はい、おはようございます。ES 湯煙サスペンスシリーズ、フリーライター立花亜紀、洞爺湖、七つの湯、奥湯の里、取材手帳、長えなタイトルやっていこうと思います。前輪さんがね出してんだよね、全く予備知識ないっていうか、知らないよねこんなゲームね。このキャーはちょっとなんかあれですよね、なんか感情こもったキャーでいいですよね。おはようございます。おはようございます。アマユキさんも当然ご存知だと思うんですけどね、まあ実写ということで誰なんて感じですけどね、この左の方ね、役者うん、なんか人気というかね、こう知られてるまあ俳優さんではないよね。誰なんだろうね。マニュアルをちょっと、まあそんなにこう有名な方じゃないと思うんだけど、なんか舞台とかやられてる方かしらね。キャストページがないな。あるかな。ないな。キャストページがない、説明書にも。誰なんだろう、分からん。やっていこう。左がね上画面、右が下画面となってますので、たまに上下連結してる画面あるときはちょっと脳内保管していただいて、左の画面と右の画面をね上下でくっついてるっていうふうにいただければなと思いますが、なんだろうこの2番目と3番目の牧野取材手帳システム、まずシステム決めて、あこれいいか。牧野取材手帳、これあれかな、クリア後のコンテンツかな、ネタバレになるかな。なんかこれクリア後のコンテンツっぽい、これちょっと中古で買った商品なんで、もしかしたらクリアデータが入ってる可能性がある。いや意外と入ってないか。まあいいや、第一章からやっていきましょう。城崎温泉、どこだ城崎温泉って。2番目の洞爺湖はまあ北海道で、3番目の湯布院は大分。城崎温泉って渡辺真由紀、脚本に町に携わった方が参加されているゲームです。あーそうなんだ、そうなんだ、じゃあ期待できますかね。最初からスタート、なんだろうこの赤字のね、なんかこうイントネーションっていうのかな、スタートの巣だけ赤いとか最初からだけ赤いとか、まあちょっとなんかこう予定だった感じがありますね。予告、おお、うん、はいはいはい、フリーカメラマンモデル、早いな、悩み大きいフリーライター、
今立ち上がる。もう頑張ってますね。私、立花真希、24歳。職業、フリーライター。24歳でフリーライターってなかなかすごいよね、経歴。あんまりね、こう、若い人ってそんなフリーライターっていないと思う。フリーライターってやっぱりなんかね、こう、どっかでさ、こう、仕事しててさ、まあ、独立してみたいな感じの人が多いから、24歳でいきなりフリーライターっていうのはよっぽどなんかこう、文章うまいとかさ。そうじゃないと食っていけないと思うんだけどね。まあ一応そういう設定だと。毎度毎度低予算の上タイトなスケジュールの取材ばかり。まあな、若いしな。そろそろ転職。え、フリーライターってどちらかといえばこうなんていうか、いろいろやってきてたどり着く場所って感じもあるけどね。初っ端からフリーライターやってそれだと違うところに行くっていうパターンはどちらかといえばまあ稀な気がしますけどね。ん、電話。もしもーし、誰なんだろうこの人本当に。おお、立花か、編集長。うん、編集長、まあ、フリーライターだから、まあ、雇われの身ってことですね。ある意味ね、どっかの出版社でしょうか。急遽旅情報誌への長期連載が決まった。全国休暇いいですね。これはね、これはいい仕事ですよね。これフリーライターの人もらえたら最高。渡辺真由紀、フリーライター経験を積んだベテランのイメージが強いです。まあ普通はね、フリーライターってやっぱりこうベテランの方がなる場合が多いと思いますけどね。なんか一回大学卒業してフリーライターって、まあ、なんかただ就職できなかったからとりあえずなんかパクつけるために名刺に入れとくかみたいな感じで、別に資格も何もないんで、フリーライターって名乗れば誰でもフリーライターになれるんでね。うん、でもこれね、音声の仕事、これフリーライターの人に来たら最高に嬉しいよね。だって絶対ね、旅費まで含めて支給されるはずだからさ。旅費自腹とか言われたらそれはもう全然やっていけないけど、まあそんな、さすがにそんな鬼畜なことを言う人はいないと思うんだよね。まあ旅費と、まあなんだろうね、一つの原稿でいくらもらえるか知らんけど、まあ日拘束されたらやっぱりね、最低でも3万円ぐらいもらわないと割り合わないと思うけど、うん、まあ、2日で4万円とか、まあ、ちょっとグロスで安くしていって3日だと5万とか、それぐらいはちょっと拘束されたならね、こう、まあ、その後ライティングして、まあ、込みで、まあ、3日で、まあもう書くなんてパパパって書けちゃうからさ、こういうのさ、ある程度取材したらさ、あで5万円ぐらいもらえたらやる人全然いるんじゃない、まあ、全国9カ所巡るって言ってて、それ、ま、全部まとめてやれって言われたら結構だけどね。なんだかんだ1ヶ月ぐらいかかっちゃうでしょ、移動とか含めたら。そしたらさすがにまあやっぱり30万ぐらいもらわんとちょっとやっていけないんじゃない、旅費別で。フラフリーといえども結構金かかるよね。そんなあれなんだろう。はあ、明日から取材いいじゃない、そんなのいくらなんでも。フリーの人に明日から温泉っつったってさ、よっぽど空いてる人ならいいけどね。え、ちょっと私明日、おっと強引だ、兵庫なんだ、城崎温泉。こんなパターンはないだろう、いきなり振り込むとか。それは横暴な編集者でもいきなり振り込むはないな。城崎？なんで？宿とか着く頃に連絡する。8に東京八重洲な。いつもの2人にも連絡。え？ 3 人も使うの？こんなのに。こんなの一人でさ、撮影して一人で、まあ、全然取材できるけどね。よっぽど予算のある雑誌ですね、これね。雑誌なのか、単行本か知らんけど。雑誌だよな、連載って言ってるからな。どうするのよ。いつものあの二人。誰？お、
村さとみ、フリーカメラマン出た。これもさっきと同じですね。普通フリーカメラマンってのはどっかでさ修行してさ、こうまあまあカメラマンはでもフリーライターよりはいるかな。うん、ライターっていうのは本当あれですね、フリーカメラマンならまだまあいきなりフリーって人もまあむしろ会社に所属できなかったっていう感じでいるかもしれないね。おクールな風貌、カメラの腕は超一流、25歳の女性でカメラの腕超一流ってもうなんかすごいですね。どっかの、ね、大学とか専門学校でやってきたレベルじゃないとなかなかそうはなれないと思うんですけどね。うん、青木ゆりは20歳。ああこの人はあれか、じゃあ湯煙的なこう絵面になるわけか。そこまでやるのこの雑誌の連載、あれかな、アナの機内誌とかジャルの機内誌とかそういう系かな。まあそれだったらそれぐらいの予算とかねきっとあるよね。20歳、グルメと温泉には目がない。まあ確かにこの人まあ綺麗な、綺麗じゃ綺麗だけどなんかこう映えてるわけではないから、この人自身がモデルになるって感じじゃない、あくまでこの人はライティングで、まあ、まあそういう意味では役割分担なんでしょうね。3人はね、カメラマンとライターとモデルという一番まあ分割しやすい仕事の割り振りってことでしょうかね。さとみどんどん、うん、この時の私たちはあの今橋、おさみさんおはようございます。おはようございます。今日ですね、今日からゲーム変わりましてですねですね、おさむさん今日は誰を縛りますか。縛られるかな、今日からこのゲームです。渡辺真由紀、さとみちゃんがタイプです。さとみちゃん、いや俺もさとみちゃんが好きやね。DS 湯煙サスペンスシリーズ、フリーライター立花真紀、洞爺湖七つの湯、奥湯の里取材手帳というね、2008年4月24日に発売された、ゲーム、今から15年前ですか。これでももう15年前なんだ。この頃も僕は普通にね、おさむさん、事件は DS で起きている、うん、ですね。ゲームメーカーで働いた頃なんで、まあ知らなかったけどね、まあ、DS とか当時は Wii とか Xbox360 とかがすごい、いや PS3 が出たばかりぐらいの頃ですね。僕はそういう開発の部署にはいなかったけど、当時携帯電話も流行ってて、着メロとかね、着歌とかあったでしょ、そういった部署にいたりしたんで、こんなゲームが発売されてることも当然知らなかった。まあこれどこなんだ、ゼンリンさんが作ってるゲームなんだよね、この地図の。そもそもゼンリンさんがゲーム作ってるなんて知らなかったよね。ということで今、まあ、ほんと出だしなんですけども、左のね、これ写真の左の立花真紀っていう人が強引に、なんかどっかの編集長に明日から取材行ってくれっつって、温泉だっつって頼むぞって言われて、って言ってるんだけど、まあもう行かざるを得ないという状況で、この真ん中の子がカメラマン、右の子がモデル、まあこのマキちゃん、左のフリーライターのマキちゃんの知り合いみたいなんで、渡辺真由紀、着歌フル、めっちゃ買ってました。うん、そうそうそう、あれね、めちゃくちゃ儲かってたね。もう出せば売れるみたいな感じで相当儲かってたと思う、自分が。結構ライバル企業もあったんだけど、結構儲かってましたよね。あとその分まあいろいろね、めんどくさいのもありましたけどね、まあジャスラックの続きなの何なのとかね、そういうシステムとかやっぱ作んなきゃいけないんですよね。はい、ということで今から、多分取材に行くのだと思います。思いもしなかった。なんかあ、さとみちゃんこれカメラマンですね。これまきちゃん、何、なんかすげえ顔してるけど、なんかこう
おおってような顔してるけど。え、なんだ、なんだ今のシーンは。予告か。 PS 雪見りサスペンスシリーズ、フリーライター立花マキ。ちょっとね、おうおう、提供前輪、提供前輪ありがとうございます。東京駅から新幹線だから、これ前輪だから、これなんだろう、地図とかが多分随所にねゲーム中に出てくるんだと思います。え、なんだろうね、こう、まあ、地図を、おさむさん DS で湯煙シーンできるんですか。どうでしょうね、まあ当然ね、あの出しちゃいけないものは出てこないと思うけど、まあなんだろう、バスタオルにこう包まれた女性の裸とか、それぐらいの描写ならできるんじゃないですか。うん、ちょっとね DS なんで解像度悪いですけども、これがもう最高の画質ですね。これ以上画質は出せないですね、 DS は。うん、おお、なるほど、ここで乗り換え、兵庫ですね。おっと、おお、これはめ込み合成だろ、この画像は。どう考えてもこれブルーバックで撮ってはめ込んでるだろう。これさすがにここまで撮影したいね。うん、なんかちょっと不自然だもんね、こう縮尺的にもね。でまあ一時駅のホームで撮影することもないと思うけどね、こんなんだったらね。真ん中が立花亜希さんかな、左がカメラマンのなんとかちゃんで、右がモデルのなんとかちゃんですね。うん、城崎駅到着。行ったことないな、城崎温泉って。有馬温泉なら行ったことあるんだけど、兵庫城崎温泉って、まあ多分有馬温泉からそんなに距離は離れてないと思うんだけど、どうでしょう。兵庫ってね、あの 北側にもあるんですよ、あの日本海側とも接してるんで。兵庫県は日本海にも、瀬戸内海っていうのね、あっち両方通じてるんで、結構北側って結構 のどかなんですよね。まあ、僕も車で通ったことあるぐらいしかないんだけど、結構温泉街は北側にいっぱいあるんですよ。多分北側じゃないのかな、こんな気がしますね。有馬温泉は結構神戸から近いっていうか、もう多分車とかバスで1時間ぐらいで着いちゃうんだけど、城崎温泉はちょっと遠いんじゃないかな。これは僕の予想です。まあ、ググるって話か。城崎温泉。ググってみよう。伊豆。あ、そうですね。やっぱり日本海側ですね。うん。結構の日本海側ですね。ちょっと。出せるかな、画面。よいしょ。うん。じゃあちょっと画面キャプチャー出すか。ウィンドウキャプチャーで。さっき温泉の場所ですね。こんな感じです。かなり日本海側ですね。兵庫県といってももう本当に日本海で、もう左行ったら鳥取県ですね。僕も昔若い頃かな、京都の舞鶴までフェリーで行って、北海道の小樽から舞鶴まで、フェリーで行って、そこから車で鳥取に向かったと。舞鶴がこの真ん中の右ぐらいにありますね。僕は車でブーンって左側の鳥取に向かったことあったんですよ、若い頃ね。ただ当然、まあ、城崎温泉、まあこのルートだと通りかかってはいないのか。まあ、通りかかったかもしれないね、道的に。ちょっとどういう道取ったかもう覚えてないんだけど、かなり日本海側ですね。止まったことはないんで、なるほど、こういうところらしいです。特に風情も特徴もない地方の小さな駅。こう外湯7つの下塔っていうのかな、これ
外湯があり、駅舎のすぐ横には外湯の一つ、里の湯。へえ。改札降りる直前には足湯を楽しむ人の姿が見れる。これ大阪から多分ね、電車出てんだよね、多分ね。ここ大阪から特急が出てるのかな、こう山陰方面に出てる。多分それ乗れば弘前温泉駅多分行けるんでしょうね。多分内山とかそっちの方通っていく電車があるんですよ、確か大阪から。多分それ乗っていくとここの温泉街にたどり着けるんでしょう。おお、動くね。カーカーでもカラスも乗った。小ヶ城崎か、急な取材でしたかね。もうノリノリですね、立花真希さん。駅のすぐそばに足湯と温泉がある。これ里見さんカメラマンですね、可愛いですね。カメラマンの方が本人だな、モデルさんより。これが城崎名物の7つの里湯。里見早速撮影お願い。おーっと、いきなりオッケー、できるだけ撮っておかなきゃ。この頃はもうね、デジカメですね。2008年なんで、昨日までやったあのゲーム、犯行写真、縛られた少女たちを見たものは、あの頃はもうフィルムカメラで、結構ね、カメラマンさんもね、まあ撮影大変、まあ大変っちゃ大変なんだけど、デジカメでもね。この時代もデジカメなんで、パッパって撮って、まあすぐに編集者にね、こう、レビュー見て、これで OK ですかみたいな感じで確認できる。まあすごいいいですよね。もう全然違いますよね。フィルムのある時代とない時代の取材ってね。まあデジカメのある時代か。デジカメがある時代の取材っていうのは本当に革新的に変わりましたよね。ここで編集者が OK 出せますからね、ある程度はね。フィルム時代だとね、ちょっと現像してみないと分からないというところがありましたからね。いい時代ですよ。あのバカ編集長ったら、前日の夜に言われたって準備どころの話じゃないわよ。昨日言われたんですね、この取材はね。ところでゆりは、あれ、さっきまでいたの。え、誰この男、地元民。でも明らかにはめ込み合成っぽいっすね。これわかるんだよね、これね。なんだろう、影のつき方とかさ、ちょっと写真がね、こうある意味こう人が浮いちゃってるんだよね。溶け込んでないよね。おさむさん、逆難してる。逆難かね。普通のダンパの可能性もあるし、逆難の可能性もあるし、もうちょいね、なんかこう工夫次第ではね、本当に自然な感じでこうはめ込み感軽減できるんだけどね。まあ結構手間もかかるんで、若干やっぱりこれなんだろう、手前の人とさ後ろの背景と、まあ全体的にこう色調もなんか違う感じ、こうなんか手前の方が若干軽すぎるよね。もうちょい暗いよね、実際はね、リアルで撮ったらね。まあどこまで選んと思うけどね。どうしようかな。おっと、普通のナンパじゃないかな。みんな、あ、違う、スカウトだ。なんで温泉街でスカウトしてんの。地元のあれかな、お店のあれかな。でもほら、ゆりこのフリーライターさんもね、もう必死な表情ですね。こう、今誰か私たち見ていいのか、なんか今影がちらっと映ったね。うん、誰かいたような。おっと、いきなりなんか匂わせが出ましたね、このゲーム。ガキちゃんごめん。渡辺真由紀、太陽の位置的に顔に影が出てないと違和感が。そうなんですよね、まあ太陽もやっぱりもうちょいに影きつくなるんですよね、自然に撮るとね。これ明らかにこう手前の人スタジオで撮ったなって感じの照明の当たり方なんですよね。まあ別にそこまでリアル感出す必要もないってことなんでしょうけどね、もうバレバレでいいやって感じで、まあこうはめ込み合成にしたとは思うんですけどね。まあ実際こう撮影もその方が楽だし、ゲーム作るのもその方が楽ですからね。一回一回これ現場に行って撮影したらもう本当大変ですけどね。まあでも昨日までやってた
ね、あの犯行写真はあれは現場で撮影しましたね、確実にね。あれはもう孫なき合成ではなかった。全く準備できずにここまで来ちゃってるのよ、うん、生まれるとこだって知らない。そんなパターン、え、それは何の冗談ですか。ちょっと驚いてるね。何よその目は。わ、私だって環境のクソ親父、クソ親父、親子関係なのこれ。編集長って言ったけどリアルな親子関係ではないよね。はい、立花です、お疲れ様です。おさむさん、コネ入社かな。いや、多分親子関係ではないでしょ。親父ってのはあくまでもその故障の意味の親父じゃないかな。ちょっと分かりにくいよね、名前使わない方がいいと思うんだけどね。変な邪推しちゃうね。無事に到着しましたよ。おう、それならいいや。今から宿の場所と名前言うからちゃんとメモれよ、この親父。うん、だからこれちょっとね、真の親子関係があるんじゃないかっていうふうにこう匂わせるような、もしくは誤解させるような表現だから、おっさんとかいう表現にした方がいいよね。うん、これならそうするけどな。で、あ、はい、駅のそばにある文芸館通りに行って突き当たったところにある湯桃屋旅館だ。え、なんでこれビビってんの、何その簡単な説明。え、いいじゃん、十分だろう。どうしたのマキちゃん、まさか。やっぱおさとみさんが一番好きだな。なんかこうちょっとなんだろう、おさむさん単純に口が悪くて主人公の人格がちょっとってなる、うん、なるね今のとこね。ちょっとなんか感情移入もしにくいというか、なんかこうこれなんかたぬき顔っていうかさ、さとみさんこれ好きだな。なんでこんな驚いてんの。おさみさん、ワイもさとみ派です。ね、みんなさとみさんが好きやね。あー、なんか表情豊かですね、まきちゃん。あ、切れた。ルーバーにいきなり言われて地図なんて用意できるわけないじゃない。まあ、この頃はまだあれだよね、ガラケーの時代だからスマホがないんで、まあまだ地図に関して言うと、まあ紙の手帳もしくは紙の地図を使ってた時代かな、ギリギリ。このあとね、3、4年したらね、スマホがもう大普及してね。おさむさん、コンビニにはだいたい地図が置いてある、うん、置いてあったね、この時代の地図はね。あ、この時代のコンビニにはだいたい地図が置いてありましたね。もう今見なくなりましたよね。そう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 、この時代のコンビニぐらいまではまだね、その行ったら地図が結構入り口の近くに、ね、置いてあってね。うん、そうそうそう、懐かしいですね。あっ、誰、大変失礼しました。いえいえ、こちらこそすいません。何かお困りの様子ですね。いろいろ起きますね。はあ、宿の場所がわからないんです。さすがモデルさんですね。なるほど、それならちょうどいい。私はこういうものです。臭くささが半端ねえだろう。あ、アイテム、アイテム手に、え、アイテム手に、今ちょっと見ました。あ、上画面に来ましたね。全凛太郎、あ、全凛だ、しかもうガチの前輪じゃん、この企業ロゴも。ここ実名で出してるんですね。まあ前輪が作ってる会社、あのゲームですからね。うん、なるほど。うん、前輪太郎の名刺を手に入れた。手帳に自動的にアイテムが追加される手帳、手帳アイコン、うーん、手帳アイコンをタッチしてください。全凛太郎さん、
おさむさん、企業広告を兼ねてるんですかね。まあそうですね、まあ前輪つってもね、本業は地図の会社ですから、まあ、ゲームはまあこの時どういうね、こう川山用で出したかちょっと存じ上げませんが、まあわよくばね、このゲームがウハウハ売れて、まあ前輪のね、もう一つのね、その主軸にしなきゃいけないというふうに思っていたのかもしれませんね。あのまだスマホはなかったけど、パソコンはあって、それこそパソコンでね、地図がすごい表示はされていたんですよ、この時代もね。あの Google マップは当然あって、当然前任さんも危機感があって、やべえと、地図の仕事で食っていけないかもしれないと、うん、っていうことで、まあ、慌てて何かこう、ね、もう一つのね、ゲームに、あの仕事になる軸を、事業になる軸を探して、とりあえずゲームやってみるかと思って作ったゲームがこれなのかもしれない。ゲームさんのゲームって他に何かあるんだろうか。そもそもね、これね、タイトルがさ、 DS 雪見りシリーズなのよ。だけど俺が、ね、知る限りだとね、DS 雪見りシリーズこの1本しかない気がするんだよね。前輪ゲームググってみますか。前輪ゲーム、あ、エンターテインメント事業でやっぱあるね。まあ今もエンターテインメントセグメントみたいなのありますね、前輪ね。だからコンシューマーのゲーム出してるっていうのはなさそうかな。いや、ん2021年、渡辺真由紀、今は Google マップもあるし地図業界は厳しそうですね。うん、まあなんかでもね、違う儲け方もしてるっぽいですけどね。なんか Yahoo と連携してさ、なんか Yahoo と前輪はなんか連携してるんじゃないですかね。うん、まああとはなんか、まあカーナビ、おさむさん、今なら逆に位置情報ゲームで頑張れそう。そう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 、なんかそういう、まあ昔は実際地図をそのコンシューマー向け、大衆向けに販売してたけど、今はその地図のデータを、まあ、B2B で売るみたいな、そういう方向性に多分かなりシフトしてる感じはありますよね。コンシューマー向けに出した前輪のゲームって多分これが最初で最後の可能性ありますね。そうですね、だからまあこれもね、2008年に前輪作ってみるかと思って、もうこれね、あの自社でパブリッシュしてますからね、これ DS、 あの前輪さんがね、よし儲けるぞと思ったけど、まあまりにも立花巻が売れなさすぎて、やめやめっつって、売れねえよっつってやめたのかもしれない。何が DS 池見サスペンスシリーズだとか言って、売れねえよっつって分かんないけどね、売れたのかもしれないし、まあでも売れないと思うんだよな、多分1万本作ったぐらいじゃないの、せいぜい。おさむさん、見切りが早い。いやでもまあある意味正しいかもしれない、見切りね。だってさ、1万本作ってもさ、全部売れたとしてもさ、これ DS のソフトだから、まあ5000ぐらいでしょ、せいぜい。5000万ですよ。5000万じゃさ、一つのさ、その前輪レベルのさ、企業レベルだともう事業にはならないですよね。もうどっかのさ、事業所がさ、まあ、どっかから仕事取ってきたレベルぐらいの規模感だから、5000万ってさ、当然さ、もう5000万のうちにさ、もう経費がもう多分4000万下手したらもう、まあ、1万本本当にちゃんと売れたとしたところで、まあ、トントンになるかならないかぐらいじゃない、まあ、赤字かな、1万本じゃ、まあ、5万本売れれば黒になると思うんだけどね。しかもさ、まあ今まで作ったこともないからさ、まあ部署作ったりとかさ、そういう開発のさ、まあ開発はまあ外注かもしれないけど、まあ、外注使ったらまだそれなりにね、経費も取られるからさ、まあ多分これ1万本リターレベルじゃ全然元も取れなかったし、むしろ大赤字だったと思いますけどね。地図、私たち地図持ってないんです。ほっと、ではこれを渡しましょう。さすが前輪さん、地図持ってる。あ、でも編集長に言われた場所がわかるかしら。まあだからこれ地図のね、あ、ほんとガチガチの地図だね。こう右の画面見えます？下画面。
もう明らかにこの前輪差のね、こう地図って感じの、それでは一緒に探してみましょう。その方は何と言ってました？駅のそばにある文芸館通りを突き当たった先の湯桃屋旅館って言ってました。まずは下の地図を見てください。なんかこれあれかな、地図の啓蒙ソフトかな。今いるところが、なるほど、弘前温泉駅カル、地図アイコンをタッチしながらタッチペンで地図をスライドさせて、こう光る印を見つけたら光る印を2回タッチしてください。どうすんのこれ。地図を選べばいいのこれ。地図、おお、めちゃくちゃ地図は動くね。おさむさん、偉い人が地図要素をねじ込む指示をしましたね、これは。これはね、まあやっぱりうちの会社は地図の会社だよね。どうやって、何が何でも地図要素はぶっ込みましょうっつってぶっ込みましたね。地図要素ぶっ込むとなると、こういうさ、まあアドベンチャーゲームになるしさ、まあぶっちゃけてさ、俺は好きだからさ、アドベンチャーゲームさ、まあこれもね、実を言うと知らなかったですよ当時。まあ俺アドベンチャーゲーム好きだから、結構そういう意味でアンテナ張ってる方だったと思うけど、それですらこのね、立花真希なんて当時さ、アンテナにも入ってこなかったわけですよ。まして、アドベンチャーゲーム好きなんて早々いないわけでさ、ああ、売れないよね。ごめん、当事者の方には申し訳ないけど、売れないんだよ。まあまあ、確実にほぼね、これ。もう出す前から分かってるっちゃもう分かってるレベル。だけど、やっぱり地図をぶっ込まなきゃいけないっていう、まあ、大命題があったから、まあしょうがなかったのかもしれないですね。あの上はね、あの大雑把な地図で、右が下画面がこう細かい地図なんだけど、今湯桃屋旅館見えてきましたね。これ文芸館通りがあって、下これ下、右下が駅ですね。なので、この黄色いなんかチカチカしてる湯桃屋旅館をダブルクリックするのかな。今ダブルクリックしました。で、湯桃屋旅館に移動しましたよ。分かりました。あ、ここはチュートリアルになってるんですね。瞬間移動できるね。すごい、着きました。つまりこのゲームでは移動は地図を使うってことですね。ある意味ここまでしかぶっ込めなかったってことですね。移動の普通は移動で湯桃屋旅館って、あの文字でやりますけども、そこを地図を使ったっていうのがこのゲームの工夫ですね。廊下の箇所を2回タッチ。おさむさん、湯桃屋旅館実在してる。ああ、実在してるんだ。なるほど。まあ、ある意味コラボレーションしたんでしょうね、湯桃屋旅館とね。まあここで撮影させてもらって、まあその代わり、まあ湯桃屋旅館の宣伝にもなるからってことで、湯桃屋旅館ももしかしたらこう、じゃあただでいいですよとかいう感じで名前も使ってくださいと。湯桃屋旅館のね、品位を汚さなければ、まあ、大丈夫ですって感じで、まあ、名前を貸して、撮影の許可を出して、っていうことだと思いますけどね。人物情報か。おさむさん、聖地巡礼配信楽しみにしてます。いやいやいや、俺、このゲーム、そこまで好きでもなんでもないんで、まあ、でもね、面白いかもしれないですけど、温泉は純粋に行きたいからね。いや、やっぱりね、ちょっと。温泉をね、やっぱりもう少し行きたいなと思ってるんですよね、これから。今年ね、やっぱりちょっと車を買い替えようと思っていて、まあ、これからちょっと車をね、探していくんですけども、まあ、何買うかまだ決まってないんですけどね、車買い替えたらね、ちょっと。またね、車で旅行みたいなのもね、ちょっと最近やってなかったんだけど、やっていこうかなっていうふうに思ってるんで、まあね、これぐらいのちょっと兵庫県ぐらいまでちょっと出張ってね、旅行ってもいいかなって思っていたりはします。超アイコンタッチしてください。はい、何あれ、まあ、助かったからいいんじゃない。怖いな、さとみちゃん。こうだけ見れば悪くないのに、それだけに痛々しいっつうか、いや別に痛々しくなかったよね。
ねえとか言うな。仕事よ仕事。荷物置いたらユリは早速着替えてね。お、ユリは着替えてねってことは何だろう。浴衣みたいに着させられるってことかな。でこうバスタオルシーンで撮影するということかな。まあ湯煙だからね、それぐらいの絵面はあってもいいよね。まあ、ぶっちゃけるさとみちゃんも着替えてほしいなと思うんだけど、それはわがままでしょうか。まあこのまきちゃんと3人でね入ってほしいけどね。ちのよさんって本当にここかな。そうなんだよね、なんかちょっと高そうだよね。本当？うん、みんな仲いいね。このモデルさんだけ20歳なんだよね。ちょっと年下なんだよね。なんかちょっとおばちゃんっぽい顔してるけど、なんかさとみちゃんが一番なんか大学生みたいな顔してる。だってほら広い庭があって門があるね。あ、なんかロビーですね、温泉って感じのねと言われても、何度夢見てきたことか。もうゆりさん二十歳に見えないな。なんかすげえ風格あるな。渡辺真由紀、さとみ、まき、ゆりの順かも。好みのタイプ。そうですね。僕もまあそんな感じかな。なんかやっぱり僕もね素朴な顔が好きだから、まきさんの顔も好きだよ。ゆりさんは綺麗だけど、なんか本当になんかね、こうモデルって感じの顔で、なんかこういうとちょっと嫌かもしれないけど、若干貫禄があるよね。二十歳には見えないな、これ。申し訳ないけど。まあ、会えば当然綺麗な方なんだろうけどね。ただ、これもすでにもう15年前のゲーム、14年前のゲームですから、もう、この方たちも今14歳年を取ってるわけですよ。なので、まあ、この真ん中の右か、右のマキちゃんもね、当時25歳ぐらいだったとすれば、今はもう40歳ぐらいと。当時、本当に二十歳だったとしたら、左のね、ゆりちゃん。もう今頃35歳だと。時は残酷ですね。あら、東京からですか、中井さん。この方もね、ちょい役で出てるんですかね。こう役者なのか何なのか分かんないけど、まあ、当時35ぐらいだとしたら、もう今頃50歳ぐらいじゃないかと思われます。おっと、微妙に動くな。川沿いの感じとかはかなりいい雰囲気ですけど、5時間半はないです。なんでかかってきた時間のこと言うの。東京から来るのはそれぐらいかかるでしょうな。そうですか。山口とか大阪、やっぱり日本海側って結構ね行きにくいよね。どこにしてもね、新潟にしてもそうだし、まあ、秋田にしてもそうだし、まあ、ましては兵庫県の北側とかね、鳥取、島根とか、結構行ったことない人多いんじゃないでしょうかね。大隈町、日本海側の県は全部制覇してると思うけどね。まあ、山口県から北は青森県まで日本海側にこう連なってる県、15ぐらいあるんですか。京都から福井行って、富山行って、新潟、山形、秋田、青森、10ぐらいかな。一応全部行ったことはありますね。それぐらいの距離なら横にできるかもしれないけど。そうですか。ご予約の時にお仕事でいらっしゃるというふうにお聞きしたんですけど。え？取材だけど何？取材の申請してないの？おさむさん、新幹線並みがおよそ太平洋側ですからね。まあね、にくい。まあ今だいぶね、長野新幹線じゃなくて、今あれかも、北陸新幹線だっけ、ね、だいぶね行きましたからね。どこまで行ってんだっけ、今富山まで行ってんだっけ。それがね、大阪まで連なれば、まあ、だいぶあの辺ね、ここはなるんでしょうけどね。日本海側のその後はね、山形、秋田、あとはね、特に鳥取、島根。あの辺はなかなかね、やっぱりこう、行くつっても骨が折れるでしょうね、この先もね。秋田は秋田新幹線があるけど、まあ山形も山形新幹線があるか。乗ったことないな、山形新幹線と秋田新幹線って。車でしか行ったことない。
っち側は。あ、閉まった。普通ね、取材するときってさ、事前に埋まる前に申請するけどね、ゲリラ撮影になっちゃう。この部分どうされました？申請の話かと思ったら、観光案内所寄ってくるの忘れました、駅前。文芸館の中。あ、じゃあそこ行ってくる。取材申請しないのかな。世の中の大部分は慎重になるわ。弘前の観光情報でしたら、うちの方でもご案内できますが、それはどなたが担当されるんですか。おっと、私でよければ、ある程度のご案内が可能かと。はい。お、15年、いい年か。じゃあ自信と誇りと責任を持ってご案内させていただきます。頼もしい。名刺を渡しております。スカート短いな。おい、白崎でモデルのご用があったら。名刺を、東京のモデル呼ぶかい。そこまで呼びかけて却下してるな。お、なんかしょぼい SE 入ったな今な。すごいなんか小さい音で SE が入った今。温泉、お、よくに着替える。はい、次だから2人も欲になっちゃえ。お、いいですね。いやいいでしょう。なっちゃえ。これは完全にゲームプレイ視点で今言ってます。ベタが必須。一人のパスポートみたいなものです。まあありますね、そういうとこね。バシャ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 カメラ構えていいのかな。客もいるだろう。結構だから、その客いない時間にやってくださいねとか結構うるさいと思うんだけど、普通は。了解。テレビ局のイベント、小林さんよ。えい、おはようございます。今日は、ゲーム変わりました。昨日のね、縛るゲームからね、フリーライター立花巻、洞爺湖、七つの湯、奥湯の里、不在手帳というゲームを今やってます。ね、この3人組がね、どうやら今温泉にね、取材に来てると。まあ、みんな若い、20代のね、若い女性なんだけど、なんかどっかの編集長から電話来て、ちょっとお前ら取材行ってこいってことで、今兵庫県の城崎温泉っていうところに来てます。お前は行ったことあるかな、城崎温泉。兵庫のね、北側なんで、ちょっと、まあ、関西からといっても、ちょっと若干行きにくいと思うんだけど、あの、福知山の方の電車乗って、こう、日本海に行く電車があると思うんだけど、あれに乗っていくと、ない。おー、やっぱり行きにくいんだね。行きにくいと思う。やっぱりね、兵庫の温泉ってやっぱ有馬温泉だよね。有馬温泉はさ、近いじゃん。大阪からさ、バス出たりするしさ。でも城崎温泉ってやっぱりちょっと遠いから、意外と関西の人でも行ったことない人が多そうだよね。小林さん、近いけど高い。高いんだ。あ、高いんだ。ここ来にくいそうだけどね。有馬温泉は行ったけど、なんかそんなに高くもなかったけどな。城崎温泉の方が高いのかしら。関東だったらね、まあ箱根とかさ、草津とかさ、まあやっぱりそこもね、それなりの値段はしますけどね。なんかちょっとね、こうマイナーな温泉宿だと安かったりしますけどね。伊沢温泉とか山梨のね。小林さん、有馬温泉は高級宿。高級かな。まあ自分はその中でも安いとこ泊まったのかもしれないけど、なんかそんな高いってイメージはなかったけどね。原田のイベントの時かな、大阪で原田のイベントやった時、確か前日有馬温泉泊まった気がするんだけど、多分まあ有馬温泉の中でもまあ
上中下があって、おそらくまあ有馬温泉の中の下に泊まったんじゃないかな。そうすると自分は、ただ高かったってイメージはそんなにない。多分まあピンキリなんでしょうね。車で行ったんだけど、まあそんな綺麗な旅館でもなかったから、まあそういう意味では高くなかったんでしょうね。ただで、ただに引っかくのはやめなさい。なんか取材っていう話をさ、全然こうこのおかみに通してないのがすげえ気になるんだけど、大丈夫かな。コーヒーもカニ1年分、カニ1年分何？里見も現金ですね。カニ1年分おーっと、里見ちゃんやる気になった。というわけで今これからね、3人組で取材をします。この温泉のね、現物情報を書き込んだ、さて着替えましょうか。おい、まさか着替えシーンはないよね。はーい、さすがにここは着替えるね。こう犬連れの音だけ、かわいい。お、いいですね、さとみちゃん。なんか肌が赤いっていうか、チーク塗ってる感じのこうピンクな感じ。うっさいわ。ちょっと口が乱暴ですね、さとみちゃんね。キャッ、今誰かいたね。なんか中井さんみたいな。渡辺真由紀、かわいい、レッドハート。真由紀さんの好みですね。キャッ、マキちゃんも着替えてますね。どうしたの？うん、ババアだ。この当時このババアが65だとしたら、今80歳ぐらい生きてらっしゃるといいんだけど。九十九里悦子、なんでそんな難しい名前なんだろう。お客様、これは中井の中で中井町みたいな人？ダブ、そんなわけないだろう。うち大田原美香子が済ませたようですね。うん、ああなんで渡辺真由紀、僕もどちらかというと素朴な人がタイプですね。合いますね、気が。大田原の案内だの頼りない。なんで旅館内の中井さんで争いが起きてんの？どういう、いい加減なんですよ彼女は。何なんだこの旅館は。大丈夫、糸魚屋旅館さんが若干こう品位がこう下がってんじゃない？大丈夫かな。名前貸したはいいけど、うちは揉めしてるんだけど、すでに40年。これ実際の人だったりするのかな、もしかしたら。糸魚屋旅館の、そんなことはねえよな。おさんさん、身内の争いを客に見せるな。ねえ、よくあるよね。飲食店とか行ってもさ、こう教育ということでさ、若干こう厳しめに言ってんだけどさ、その口調がすげえ悪いとかさ、よく言われてるのはココイチでね。なんかこう店長がやたら口が悪いみたいなね。あのファミレスとかでもね、こう料理のやる部屋でこう怒声が聞こえてくるみたいな。なんかそういう内輪もめはやっぱりね、お客さんに見せちゃ絶対いけないよね。彼女の案内は信用できません。なんで、おっと来た、完全にこう、はいはい、なんでしょうか。でどっちが偉いの。おお、いい加減にしてくださいお客様に向かって。大体あなた、大田原さんの方が偉いんだ。右のババアは何？じゃあいろんなとこでトラブル起こして、ここで仕方ない。おさむさん、湯河原あたり家族経営のラーメン屋で同じ店内で二分して争っている店があると。そんな店あんの？それはある意味もう炎上商法の可能性もあるけどね、そこまでこう有名だと。あれかもしれない、プロレスの可能性あるよそれは。よし、じゃあ今日も一緒、一応ね、対立してやりましょうかっつって、分かったっつってガンガン争って、シャッター閉めた瞬間、お疲れーす、
あ疲れたね今日はもうつって疲れましたねつってやってるかもしれないけどね、うん、あなたこそ信用できませんよ、うん、ね、嫌な情報見せられたな旅館の探せしました。それでは失礼します。丸聞こえだったんですけど仲悪そうね。これもしかしてこれが殺人事件に発展するのか。まあ殺人事件とは言ってないけどね。まだゲームのタイトルには殺人事件が入ってないから殺人が起きるとも言ってないんだけど、まあ湯けむりのサスペンスでしょ。まあ確実に誰かが殺されると思うんだけどね。どうなんでしょうね。女ばっかりの職業職場ってなんかいろいろあったりするんだよね。そういう問題なのかな。ちょっと引っかかるけど、とといえ取材よ。はーい、ようやく取材ですね。地がついてる一応にしよう。うん、街を少し歩いてから行きましょう。なるほど。おお、動いた動いた。今地図が動きましたね。でもこのあれだね、やっぱりこうよく生きてカメラパシャパシャするのもちょっとなんか気持ち悪いよね。なんか仕事とはいえ。そうだね。あ、やっぱりね、撮影許可ね。うん、そうだ、撮影許可とか取材の申請を、ね、面白かったので寝る前の暇つぶしにどうぞ URL。 お、何、ノート、あ、例の内輪ものですか。これかなるほど。これはじゃあ後で拝見します。今のねノート見るとなんかガチっぽいですね。こういうのもあとみゼンマイ仕掛けみたいな動きになってるけど、どうした。さっき下駄なんてほとんど履かないから歩きにくいのよ。スニーカーにすればよかった。絶対に変だよ、よくにスニーカーなんて。そう、カメラバッグ抱えてるからね。うん、ゲーターなの。弘前は街そのものを大きな宿に見立てている。ああ、なるほどね。だからまあある意味ここをね浴衣で歩いてもいいと。まあそれはいいよね。道は廊下、外湯が内風呂みたいな。なるほど、なるほど。これはリアルな話なのかもしれない。行ったことないか分かんないけど、まあ温泉街だとねこういう風景はありますよね。うん、枝でも歩きやすい。うん、カメラバッグ。まあまあ美味しいご飯を食べようか。あ、宿に夕食つけてないんだ。どこで行くんだろう。わーい、地の湯に行きますか。お、こっからどこに行くんだ。じゃあ地図で地の湯、これですね。地の湯チカチカしてますね。これがね前輪のゲーム、地図をね使った移動システム。地の湯に着いたらね、すごい豪華な建物だね。てかこれもあれだね、城崎温泉全体がもう舞台ですね。だから城崎温泉協会みたいなところに許可取って作ったゲームなんでしょうね。おさむさん、さすが全輪地図が精密だぜ。精密ですね。温泉に入ってから、おー、いいですね。自分が入りたいだけでしょ。違うよ、今一つリアリティに欠けるでしょ。ああ、ちょっとだけ入りましょうか。お、どんな感じ？どういう湯煙？あ、おお、いいですね。いいですね。一瞬しか出なかったけど、いい絵撮れましたね。わあ、すごい。なんかマックさんいい顔してんなお前。あ、入ってよかったね。お、すごい。なんかこのゆりさんって二十歳のくせして一番貫禄があるんだけど、なんかスナックのママみたいだな。本当だね。
でもあんまりゆっくりはできないからさっさと上がりましょう。2人が外の取材してる間はいいでしょ。いいけど結構外観を取らなきゃいけないから時間かかるよ。湯冷めしないようにね。はーい、何か事件起きるのかな。おお、従業員に聞いてきたよ。あらゆ、渡辺真由紀、ポロリはないと分かっていてもテンション上がりますまあ絶対ないです、ポロリはね。 100% 生きれますね。ないです。うん、 ESS からね。あ、これがパソコン用のゲームならまあ可能性なきにしもあらずですけども、まあないでしょうね。まあ前任さんはそんなゲーム作んないでしょうしね。まあでもこれ見てね、あの城崎温泉行きたいなという気持ちなるっちゃなりますよね。だからこれが本当に10万本とか売れたらね、そのうちのね100人に1人がね、じゃあ城崎温泉行こうかと思ったらさ、1000人ぐらいは来るわけで、多分城崎温泉もそういうのを期待して協力したところはあったかもしれないけど、あのゲームなんか売ってるのつって、いやー見たことないっすねつって、えっつって、トイザラス売っても売ってませんでしたよつって、これどこに行ったら買えるのつって、アマゾンで売ってますねみたいな、こんな感じだったかもしれないね。撮影に入る、いよいよ撮影か。パシャッパシャッ、お売ってますね。出てこない、ちょっと見に行こう。まさかユリが殺されるわけじゃないよな。ああ完全にのぼせてるじゃん。カニだったら真っ赤。素直なんだかバカなんだか。だってゆっくり入れないと思ったんだもん。少しはペースを考えなさいよ。めちゃくちゃ怒ってんね、マキさん。もうしょうがないな。この状態で連れ回したところで使い酔いみたいな顔しか取れないだろうし。モデル抜き何のために来たんこいつ。ユリを部屋まで運ぼう。部屋で休んでなさい。渡辺真由紀 DS で一部の都道府県に観光ソフトみたいなのが出てた記憶があるんですが、あの手のゲームって売れたんですかね。いや売れてないでしょう。全然売れてないと思いますよ。5桁は売れてないと思うんですけどね。買います？そんな DS アーズの観光ソフトって合わんでしょう。じゃあ地図で鉄塔をやりようか。で、失礼します。お加減いかがですか。おさむさん、ルーブル美術館の館内ガイドは DS で感動しましたね。あ、まあそれはね、実際その館内で使う分に関してはまあいい端末ですよね。情報端末として、当時はね、まあ今だったらタブレットがあるから、まあ、DS 使うこともないかなと思いますけど、当時はね、まあタブレットもない時代でしたからね、そういう意味では DS ってのは非常にいい武器でしたよね。そういう使い方されてるんだったらよかったでしょうし、まあもしかしたらそういう観光ソフトもまあそういう観光協会にこう納品するみたいなイメージで作られたソフトだったのかもしれないですね。こう DS をさ100台ぐらいさ観光協会が買って、まあ、観光客に使ってもらうみたいな。渡辺真由紀、音楽ソフトとかも出てましたが、観光ソフトを含めてこうとは思いませんでした。ね、ね、なんかコメントが切れてるな。ちょっとコメントを直そう。YouTube のコメントが。渡りしちゃったみたい。何か冷たいものとおしぼりを持ちますね。お構いなく適当に転がしておいてください。冷たいな。あーボローンとしてる。ひどーい。街の風景カット押さえておこうか。そ
それが良さそうだね。いってらっしゃい。では失礼します、携帯変えたばかりだからマクちゃんに聞いといてください。さとみちゃん、なんか起きそうだねこれ。あ、そうなの。おっと、また例のババアが来た。わ、また出た。あ、看病ね。あ、頼む頼む。なんか若干この辺の演出はあれですね、街っぽいですね。街っぽい演出入りますね。こうなんかわけのわからない人、渋谷とか街とか、まあ、特に街っぽいですね。あ、そうだ、街のね人が関わってると言ってましたもんね、マイキーさんが。ああ、確かこういうところにエキスが入ってるのかもしれないですね。なんかちょっと変なキャラクター入れましょうよみたいな感じで、じゃあ中井さんに一人ぶっ込みますかみたいな、そういう やり取りはあったかもしれないですね。うん、こちら大迷惑ですよ。ではお任せしますね。はい、ご安心ください。書いていこう。はい、また浴衣じゃな、温泉入らないから普通の格好で撮影するってことか。九十九里さんの方が危険、同感。で次は地図で、北柳通り。おっと、また変なやつ出てきた。城崎一大イベント題して、あれか、テレビ局のやつが来てるって言ったやつか。ぐるっと城崎ミステリーツアーは、イベントの主催者であり進行役の塩谷直也です。さんくせえな。嫌な顔してんな、こう右のマキちゃん、うっぜこいつっていう顔をしますね。で見てよ、チャチだ、ポスターが貼ってある。作ったんだろこのポスターが。ってチャチ言うなよワードで作った感じのポスターだったね。マイクロソフトワードで作りました的なデザインだったね今ね。ハニーたちは観光できたのかな。あ、ハニー、いつの時代の人だこいつ。仕事です、取材。もう完全に街っぽいな、この辺の演出とか、こういうオーバーリアクション。まあでも淡々と言われるよりはいいかな。クイズを楽しみながら城崎温泉を楽しく回る、やるっきゃないって、持ってこいじゃないかな。めちゃくちゃ怪しいんですけど。そんなことないない、講演をもらっている、お、カニか。マジ公認って言ってるし、いいか、いいんかよ、しょうがない、参加してみる。マジかよ。基本的にクイズ形式、1問目の場所はなんとこれ、四所神社。問題、あ、問題、そこの現地って探さなきゃいけないんだ。そして次の問題は必ず正解の場所に行けばある。あー、なるほど。なんかこういうのあるよね、このなんとかクイズっていうのは、なんていうのか分かんないけど、地図に載っていることは地図をじっくり見てくれ、考えてくれ。なるほど。そしてここだと思う正解の場所をタッチするだけでいい。はいはい、問題は全部で3問、はいはい、最終問題の正解の場所に待っている。結構この人つきっきりで仕事してるじゃん、儲かるのこの仕事。もっと重要なことを忘れていたよ、電話で答えを聞いても無駄。なんで、いや、クイズの回答って別にそれ、本当にそんな身内しか知らないような内容だったらクイズにならないじゃん。ましてや最終問題の場所は
大丈夫このクイズ。またチャチな SE が入りましたね。誰に言ってるんだ。人物情報書き込んだ塩谷直也。他が、なんか全然またサスペンスのサの字もないんだけど大丈夫。またこれタイトル、またタイトル詐欺じゃないのこれ。昨日のさ、縛られた少女たちを見たものはっていうサブタイトルもさ、回収できずにゲーム終わったけど同じことになるんじゃないのこれ。大丈夫、全然それはないか。まずバッチーズで神社に行くらしいな。あ、これ何だろうな。神社広いな結構。神社、あったあったあったですね。神社なんて読むんだろうこれ。四所神社でいいのかな。これちょっと読み仮名つけてほしいな。ルビーをつけてほしい。読み方がわからん。しところっていうのかな。待って、看板がある。いやだから、ね、読み方がわからんのよ。日章なんていうのこれ。信託を受けで明神を奉仕したことから始まった4人の神様がいる。素材鑑定でいいんだよね。撮影しちゃうよ。大丈夫かな。パシャパシャ撮ったら怒るんじゃないの宮司の人とかが。あ、観光客的に撮ればいいけどさ、なんかこう明らかに取材っぽく撮ったら結構怒る可能性あるよこれ。これでクイズはどこにあるんだ。さあ、画面をタッチ、今回は調べるアイコンをタッチした後、画面内中央のお賽銭箱をタッチしてみましょう。あ、お賽銭箱触るの。右ね、右の画面で今タッチできるんで、お賽銭箱を触るってこと。問題、あ、出てきた。なんで。うん、何か言った。建物の中から声が聞こえてくる。こういう仕組み、中で祈祷でもしてるのかな。問題が聞こえたような。ちゃんと聞いてみよう。ここと病院一の湯イコールの場所は何。ここと病院、おさむさん、在宅、不正取引とか縛られた少女たち一人とか詐欺続いてますね。続いてます、すいません。僕のゲームのセレクションがね、どうもそれは悪いわけで。在宅かっこ不正取引。確かに京都在宅殺人事件は本当にそうでしたね。縛られた少女たち一人。本当そうなんだよ。しかも見たものはあれが全くなかったからね。何も見てないっていうか、ほとんどただのなんか情景を見てただけだからね。本当タイトル詐欺だったな。何を言ってんだ。クイズこう来たか。手帳に書いておくね。元病院一の湯イコールの場所、なんか謎々だね。クイズというよりはね。病院一のイコールの場所。ああ、なるほど。そう、それが第一問よ。従業員、急にシルエットなんだけど、何これ。急にシルエットなんだけど、今までこんな表現パターンなかったのに、急にモブだからか知らんけどシルエットなんだけど、もうあれかな、予算がなかったのかな。もういないんですけどもつって、従業員役の人、金もないし、シルエットみたいな、そういうこと。なんか唐突感があるな。もうなんかその辺のね、社員のアルバイトでいいからその辺に撮影していた方がまだ良かったんじゃないかって気するけどね。数字の部分に着目してね。イコール、ヒントがすごいな。読み方にも注意してね。それじゃあまたね。まあ確かにちょい役だけど、
なんかいきなりシルエット入ってくるのはちょっと違和感があるな。よよし、なんだ、結構難しいね、ちょっと謎々だけど、数字といえば1と4だけど、病院がポイントより多分かなりこれ優しいね、このゲーム。地図記号と、あ、地図記号出てきた。おお、これは相当なヒントですね。あれ、病院の地図記号ってなんだっけ。誘導尋問がすごい。どんなだったかな、よく考えてみようよ。まあね、ガチでね、クイズ出しても本当解けないからね。例えば C を C、注意が必要かもね。地図に全てがあると言っていたんだから、病院の地図記号もこの地図にあるはずよ。地図をじっくり見てみよう。すごいな。もうなんかサポートがすごいね。まあある意味ね、昔のねアドベンチャーゲームみたいな理不尽さはないけど、まあ、ここまでちょっとね説明描写もちょっとなんか少し冷めるよね。まあしょうがないけどね。やってみよう。どこ行きましょうか。おーっと、ちょっと右が地図ですね。これ今ペンをタッチしながら動かしてます。なんかいっぱいある。黄色く点滅してる。リゾーイ、あー結構広いね。里の湯、あーあー、なるほど。で、実際とまあ僕はね、もうね、分かってるわけですよ。 お得意のね、翔也さん来ました。えい、こんにちは。今日はね、まあさくちゃん行ったことないかもしれんがな、湯煙 DS 湯煙サスペンスシリーズと今やってましてですが、今ね兵庫県のね城崎温泉というところに来てます。で、このね3人のね、まあ20代の女性たち3人が今取材をしてるという体で今来てます。なんか雑誌の編集者にね、こうちょっと明日から取材行ってくれって言われて、急いでこの3人でね取材に来たと。この左がねライターさんの立花真希さんで、真ん中がカメラマンのなんだっけ、なんとかさんで、右がモデルのなんとかさん、うん、3人で来たと。で、まあこの人ね、なんかこの立花真希さんって人もなんか多分役者だとは思うんだけど、誰なんだろうっていう感じですね。なんかこう、誰かわからない。そんな有名な方ではないと思うけど、今そういう状況で、今なんかこうね、旅行に来てるんだけど、旅行っていうか取材に来てるんだけど、なんかいきなりなんか取材に来た過程でどっかになんか謎々を出されたと。で、それを解かないとちょっとならないという、そういう状況です。なんだろうな、これ病院とか言ったよね。病院の地図記号、病院なんかある、病院なんかないぞ。あったあったあった、浅見病院、これだ。でもなんか何もないな。病院1個しかないのかな。病院1個しかないね。こっちが長いな。あ、こっち側が長い。あ、なんかこっち側にもある。広いな、意外と。玄武道、わかんない。四所神社病院一の湯イコール、何言ってんだろこれ。とりあえず、ここに行くのが正解らしい。まず、あー、1と4足して5。わかんねえよこんなの。5を5に読み替える。今まあカンニングサイトっていうか、まあ攻略サイト見てこうなんだけど、あ、1と4を足して5で5。いい、むずいな、ちょっとな。まあ言われたらって感じだけど、まあまあ1と4を足すと5だから、5を5と読み替えて御所の湯。そうなんだ。電話、お、まだガラケーじゃないですね。
練習場じゃない、全く。はいはーい。え、どうした編集長。どうした編集長。会社傾いた。最初から傾きっぱなし。そんなに予算ないんだ。そんなに予算ないに割には3人もさ、こう派遣させて兵庫県に取材させてるけど、もっと安い企画作れると思うけどね。編集部に脅迫電話。チヨピさん、チョモリ。はい、こんにちはです。今日はね、こんなゲームやってます。 DS ゆけむりサスペンスシリーズ、フリーライター立花真希、親子七つの湯、奥湯の里取材手帳という、2008年に発売されたゲームですね。14年前に発売されたゲームですね。で今ね、軽く説明すると、まあチヨピさん、サスペンス系ゲーム好きですよね。まあ好きといえば好きですね。まあサスペンスゲームが好きなんだけど、なんかちょっとバカゲームも好きなので、まあ、それをうまくね、こうミックスされて、そのゲームを今回セレクションしてみました。この真ん中に映ってる右側のマキちゃんというのがフリーライダーですね。で左側のここがカメラマン。でもう一人ね、あのモデルの子と3人でね、あの女性3人で仕事に来て、なんか温泉街の取材という名目で今来てます。でこのゲームね、前任さん、あの地図の前任さんという会社が作ったゲームでして、どうやらこうなんか右に今地図が映ってると思うんですけど、コンナン君おすすめ。コンナン君おすすめ。コンナン君か。コンナン君もやってないな。あ、実写のやつじゃなかったっけ。それは違うか。まあなんか右に地図が映ってると思うんですけど、地図をね使ったゲームということですね。千代美さん、バナナの皮もおすすめ。バナナ、いろんなおすすめゲームがありますね。そういうのあるんですね、サスペンスでね。ちょっと後でググって調べてみたいなと思います。でさっきね、温泉入るシーンもちょっとあったんですよね。こうバスタオルでね、こうこの3人がバスタオルになって温泉入るシーンがちょこっとだけ出てきましたね、さっきね。一応これね、DS 湯けむり殺人、DS 湯けむりサスペンスシリーズっていう名目で、まあ、前任さんがね、こう見えますかね、ちょっと赤いところで、立花真希っていう漢字の左側に DS 湯けむりサスペンスシリーズってことでね、こうね、もう前任さんもね、よーしこれシリーズ化していくぞということで意気込んで作っていったんですけども、この一作だけで終わりました。はい、シリーズとは名ばかりでこれ一作しかないです。はい、貴重なゲームですね。まあ、中古で買うと、まあ、そんな高くもないかな、2,000〜3,000円で買えるんじゃないですかね。まあ高いけどね、結構ね、多分数もそんなに出回ってないんで、まあ、定価よりは。渡辺真由紀、バスタオルのシーン、犯行写真のどの場面よりもドキドキしましたね。そうですね、犯行写真は何のドキドキさせるシーンもなかったですかね。まあ水着は出てきましたけどね。まあそんなゲームをね、今日やってます。まだね、全然サスペンスっていう割にはね、何も事件も起きてないんですよ。ただなんか取材 してるだけですね。あ、でもなんかちょっと怪しいのが出てきましたね。お、これ今編集部にこう脅迫が来て、さもないと恐ろしいことが起きる。え、なんで。即座に取材を中止して東京へ帰らせろ。なんかこいつら3人来てるのが嫌なんですかね。なんか起きそうですね、いよいよ事件が起きそうですね。だってなんか来た。怖い。急に展開が怖くなって、今まで何の怖さもなかったしつまらなかったんだけど、いよいよなんかおかしなことが起きそう。見よ、この街は風がない。完全に行っちゃってますね。怖い。この風なぎっていうのかな。平安を示す吉兆か、それとも嵐の前の静けさか。怖いんだけど、完全に顔がいってる。静けさか。うわうわーって顔が、これがね、完全にこの気持ちを表しますね。このまあ俺もね、これこういう状況になったら、まあこういう顔せざるを得ないかもしれない。うわーって言っちゃうかもしれない。また変なのが出てきた。怖
こういうタイプに好かれる。渡辺真由紀、タイトルにシリーズやボリューム1の表記があるゲームで続編が出ないゲームって割とありますよね。ありますね。翔也さん、まずビンタする。ビンタする。いやもう触りたくもないから俺はすぐ逃げるね。もう確実に危険だってことが分かるんで逃げますね僕はね。ボリューム1って表記があってボリューム2ないってのは相当きついですね。相当ボリューム1が失敗したんでしょうねそれね。普通ボリューム1って作るからにはさ、ボリューム 2もさ、もうせいぜい企画も固まっててさ、もうあわよくば同時に出してやるぐらいのさ気持ちでさ作るもんだけどさ、ボリューム1出してボリューム2出ないっていうのはさ、もう本当に予想外の売れなささだったんでしょ、そういうゲームでね。我が名はハンニバル、これ、ね、あの冒頭で出てましたね。あの冒頭のタイトルの後のなんかこう画面に我が名はハンニバルって言ってる人いましたね。わぁ、本人顔なんだ。何それ、芸名？だから、誰よあんた。おさむさん、中二山よじさん。中二病。なんかね、街っぽいですね。あの、セガサタンの街っていうゲームに出てくるキャラクターっぽい感じしますね。ハニワダ？ハニワダって名前なのかな、これ。ハニワ？何の用なの？あ、風がその何の用かって聞いてるの。ちょっとさとみちゃん、これカメラマンですね。カメラマン相当短気ですね。まあ、マキさんと話を、なんでマキさんって知ってんの？おい、名前言ったっけこの子。仕事で、え？前に仕事で絡んだことあんの？マキ知ってる？全然。マキさん忘れてるだけでは？いい加減なことを言って、でも名前知ってたからね。名乗ってないでしょ、だって。神保町のイベント。具体的なんだか。ん？あ、知ってるんじゃねえかよ、マキちゃん。ハニワだ、ハニワだ。変態ライター。変態ライターらしい。ハニワだ、ハニオさん？変態ライターの。どういう仕事してるの、マキさんは。え、何？下系の仕事とかもすんのかな？ゲス系の記事とかも書くのかな、マキさん。意外といいじゃん。あろう。渡辺真由紀、PSP の新耳袋っていう怪談ゲームが、タイトルに1の章って書いてあるんですが、2の章は出なかったみたいです。まずね、あの、突っ込みたいんですけど、新耳袋っていうタイトルで売れようっていう気持ちがまずすごいですね。買います新耳袋っていうタイトルのゲームをさ、レジに持っていく気にならないですもん俺は、まず。自動賞が出なかった。タイトルでまず失敗しましたね、それね。新耳袋。怪談ゲームだからまあ、それっぽいタイトルではあるんだけど、とは言っても新耳袋はないですよね。まあちょっと逆に気になったな、ちょっとなんか逆に気になってきた。新耳袋。渡辺真由紀、草。翔也さん、真のファンはそんなの気にしない。そうなの？そうかもしれんけどさ、新耳袋出てきますゲーム。うわ、怖っ。怖いんだけど。これ実写系だね。PSP。今。これか。渡辺真由紀、確か書籍でも出てたような新耳袋。え、これプレミアついてますよ。これ15,000円。一度賞。画面がはみ出してるか。これ、あ、でも中古は1,828円だ。新品価高いのは。怖そうですね。これ怖そうだね。新耳袋、1の章、これが2の章は出なかったと。渡辺真由紀、新耳袋は全部朗読してくれます。あ、そうなんだ。見た感じはこう手書きだね。手書きの画面で。僕ねホラーあんまり好きじゃない。翔也さん、ねえ聞いて聞いて、今日ねあと6点で合格だったの。待って待って待って。前回15点だったんだっけ？あと6点。
もう少しやな。もう少しやな。翔也さん、悲しい。悲しい。いやいや、まあでも、近づいてるでしょ？あの、交代してなければ大丈夫。交代しなければ大丈夫。あの、これで交代してたらちょっとね、もう、慰めようがないんだけど。翔也さん、あと6点でギリギリ合格。待て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 。待て待て。あと6点ってそんなギリギリでもないだろう。まだ、まだあるぞ。え、90点だっけ？ 100点中90点だっけ？ってことは84点だったってことじゃないの？もうちょいだな。ギリギリっていう言葉使っちゃいけないぐらいだな、まだな。小林さん、頑張れや。頑張ろう、頑張ろう。サブカルチャーの春尾さん。新耳袋。もしね、配信される人いたらぜひやっていただければなと思います。翔也さん、80点。80点で合格。で、74点だったと。まあ、もうギリギリ感は、まあ、もうちょいだな。ギリギリっていうのは78点ぐらいだな。74点だと、まだもう少しこう、頑張らないとっていう感じがしますな。まあ、頑張ってもらってな。そんな難しかったかな。まあ俺ももう相当昔だからサメキット取ったのさ。もう20年ぐらい前だから。まあ20年以上前か。まあ当時の難しさと今の難しさは違うのかもしれないけどな。まあ、正直言うと。小林さん、間違えた問題をよく復習してみ、うん。難しかったって記憶が全くないんだよね。一発で合格したんだよね、俺は。多分、まあ。昨日か一昨日あのタヌポの幕でも翔也さん90点中の80点だった。ああ、そういうことか。そういうこと。90点中の80点。そっか、あと10点、うん、そう、90点だよね。渡辺真由紀50つは入ってるんですが、1話が短かったり中途半端に終わったり、やってみると胃の章が出なかった理由がなんとなくわかります。なるほどね。小林さん大丈夫そうやん。うん、まあ頑張ればいけると思うけど、まあ2夜漬けだな。あと2夜漬けぐらいしていけば大体受かるよ。間違った問題かなんか、そのなんだろう、間違いやすい問題って傾向があるからさ、それをさ、なんか何回かやれば大体受かるんだよね。うん。そこでつまずいて免許取れなかったって言ったら、あと1回で10回。10回。結構やってんね。うん。まあまあ、もう受かるよ。それ、受かっちゃいすればね、あとはね、あの、まあ免許取っちゃいすれば、あとは、まあ、まあね、全部覚えてるってこともない。俺、多分ね、またそのテストやって、多分、90点取れるかって言われたら取れないかもしれないね。まあ取れるかもしれないけど、なんかやっぱりその、なんだろうね、文脈的にさ、なんかこれはいともいえとも取れるようなっていうさ、なんか引っ掛け問題いっぱい出てくるんだよね。まあ頑張ってくださいな、本当に。免許取れたらね、あの、取れたって言って。埴輪田春夫、ハンニバル。正直どうでもいいわ。すごい冷めた顔してんな。なぎのその兄肌うるさい、なんなのこいつ。マキの知り合いならなんとかしてこの人。いやー、あれなところがあるって話でね、そっとしとくのが。まあそうだね。双子通りは玄武道の玄武岩でできていて、なんだ唐突に、うん、すごい嫌な顔してる。玄武道の景色がとても良いところなので、うるさい。なんかもう少しでも、ふみちゃんももう少し柔らかくなってもいいんじゃないの。人物情報を書き込んだハンニバル。でもマキに何か伝えそうだったよ。なんか起きそうだね。なんか脅迫電話も来たし、変なハンニバルも現れたし、いよいよサスペンス的な事件が起きそうな気配はある。御所の意見かな。御所の意見。豪華な建物、美人の家として知られている。なんていうのこれ。ちょっと額がないんで毎回また読めないんですよね。安価門院でいいのかしら。申し訳ない、額がないんで。おさむさん、湯があるんですか。湯があるんですかね。なんかこんな感じもしないけどね。喋ったの。そこに書いてある、てへ。ちょっとマキちゃん、面白いこと言った手だね。ちょっと上が切れてるな。ちょっと待って、画面をずらそうか。上画面。上画面かな。上が切れてるか気になる。あ、でもなんか、本当にこれギリギリだな。
これギリギリなんか上がもうほんとこれで、あーちょっと黒いのが見えてんな。あーずれた。こんな感じ。なんかマージンがないんだよねこれね。いいか。うん、へへ、立派なライターさんね。ちょっと撮影しとくね。ぶんちゃん仕事だったでしょ。お、いよいよ悲鳴来た。初悲鳴来ましたね。サスペンス的な。ん、なんだなんだ、中からかな、どうなってんの。おーおーおー、いよ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 何かが起きたよこれ。わかんないな、これも合成なんでしょうね。こう渡辺真由紀、ちょっとコンビニを行ってきます。はい、いってらっしゃい。これあれなんでしょうね、こう覗いてる、これ多分合成だと思うんですけども、こう覗いてる格好でちょっとね撮って撮るよっつって、後ろは多分ブルーバックとかグリーンバックで撮ったのと思いますけどね。まあこういう感じでね、多分撮影したんでしょうね、東京のスタジオで。うん、下がってください、下がってください。どうしたどうした、誰かが倒れてるか。あ、見えた。何が見えた、どうしたの、変な顔して。地蔵と柳、え、何、地蔵と柳と本、ん、何何何言ってんのこの。だからほら見てみればいいでしょ。え、何このかわいい、怖い、何何、はい、え、何を言ってんの。柳と地蔵と本、本にはなんかナイフが刺さってる。何してんの、何何、意味が分かんない。暗夜魚魚航路、暗夜航路、暗夜航路です。え、何何何、従業員なぜ叫ぶ。あーあー、何、なんかこう購読してるのこれ、何これ、なんか本読んでんの従業員さんが。演出クイズ、あー正解。なんかさっきの悲鳴もよくわかんないし、このくだりもよくわかんねえな、何言ってんのか。配置が大事されていいのは暗夜航路。え、何、さっきの悲鳴は何だったの。じゃあ多くの作家が愛した街です。さあどこだ。あっちゃー、やっぱそうきたか。配置が大事、刺されてる作家が愛した街、あれじゃないの、夏目漱石はさ愛媛の道後温泉じゃないの、違うの。まあでもいろんな街あるか。地蔵柳暗夜航路、全然わかんない。地図上の配置が大事って言ってた作家に関係ありそうなところ、もう全然わかんないね、このクイズ。相当難易度高いな、こんだけヒント出されても全然わかんない。どこへ行きましょうか、どこへ行きましょうか言われてもな。うん、でも一応僕はね攻略サイト見てるんで、次行く場所分かってます。どうやらここが正解らしい。城崎文芸館、まあ文芸館っていうのがやっぱりこう文豪が愛した温泉宿なのかね、この城崎温泉って。ちょっと僕知らないんですけどね、誰かが愛した温泉宿なんですかね。うん、柳湯と地蔵の位置の関係から南で、あー文学に関係のある場所。いやこれわかんねえだろう。わかんねえよ。うん、クイズ撮影しといて、わかった。いやクイズが難しすぎるわこれ。あーそうなんだ、歌に読まれたり小説の舞台になった。すいません、全然知りませんでした、申し訳ない。ああ、よその秋子、
計軸、クイズ、ここで計軸を調べるらしい。なんだこれ、これだけ全く品がない。俳句縦にして振り子の持ち手が。ライダー王さん、札幌からこんにちは。ああどうもこんにちはです。今札幌なんだね。いいですね札幌。私もねかれこれもう4年以上札幌に行ってないんで、そろそろ行きたいなと思ってんだけど、まあ今年もねまたコロナが流行ったり流行らなかったりで嬉しいなと思ってるんですよね。涼しいでしょ札幌。ライダー王さん、かなり涼しいです。うんでしょうね。去年はね暑かったんですよ北海道。なんか毎日ように35度とか行ってたりしたんですけど、今年はね耳そうなもん食べてるやんわら。うんね、そりゃもう北海道行ったら美味しいもん食べないとね。うん、僕が見たのはなんだっけ、ルタオの菓子とか、あとセイコーマートのわさびカップヌードルあれ俺ちょっと前食ったよな、セイコーマートのわさびカップヌードル。うん、あれ本当にわさびのツンとする匂いとか味すんのね、あれね。いつまで北海道いられるか。将来さん、お土産待ってます。お土産待ってますね。いつまで北海道いられるか分かんないけど、あ、串取りも来てたね。串取りって北海道の有名な焼き鳥のチェーンがあってね、それも食べてました。串取りはね、ライダー王さん、焼きそばのがやっぱりと後から聞きました。月曜日に帰ります。月曜日、明日か。小林さん、小樽はええね、街が綺麗やわ。あー、小樽ね。小林はね、この前も北海道行ってましたからね。まあね、小樽は札幌からも近いし、まあ、車でね30分もあれば小樽行けるんでね、いいですよまあ札幌ってね、でもじゃあ観光地にめちゃくちゃ近いかって言われるとそうでもなくて、まあ、例えば函館行こうと思ったらちょっとねもうかなり遠いし、まあ、釧路行こうと思ってもね相当遠いんですよ。釧路とかの知床とか釧路湿原とかね、もう札幌から行こうと思ったらもう下手したら飛行機使わないと大変だぐらいの距離はあるんですよね。稚内にしても遠いし。ライダー王さん、昨日は小樽で坂が多いのびっくりしました。あ、坂多いですね小樽はね。まあ海辺の町でね、結構その小樽って実を言うと暮らしにくい町でもあって、結構札幌から近いにもかかわらずすごい人口減ってますよね。うん、結構人口減に悩まされてる町で、まあその一つがやっぱりその暮らしにくいさの一つがその坂の多さと、北海道で坂多いっていうのは本当大変なんですよね。あの冬、特に冬はね。だからロードヒーティングって、まあ、北海道はやるんだけど、その電熱線でね、あの雪を溶かす、うん、そうしないと坂登っていけない、車が登っていけないとかあるんだけど、やはり苦しいんですよね坂の多い町っていうのは北海道では。でもまあね、夏に行く分に関しては非常にいい街ですよ本当に。冬はね雪も多いしね、暑いし寒いしで結構大変な街なんですよ小樽はね。ふざけてるな。正解、弘前文系館が正解場です。まあやっぱりクイズになってね、いよいよ最終問題。ヒントは駅を上に見ること、振り子に見えるのは。さあ頑張ってくださいね。縦にしてるってことは地図を縦にするのかな。駅が上とも言っていたね。駅は東にあるから東を上にしてみたらどうなるかな。小林さん、また小樽行きたい。ねえ、まあでもね、ちょっとジョイスさんに相談して多分行けると思うよ。小樽ってほんと札幌から近いから、まあ行く場所にもよるけど基本小樽はまあ行けると思いますので、まあジョイスさんにオーダー出しておくなりしておけばいいかなと思いますけどね。まあ僕もね小樽はもう何度も行ったことありますけども、まあ、行くたびにね、まあ風情ある街だなと思いますよね。小樽からフェリー乗ってね、あの新潟行ったり京都行ったりしたこともありますね。長い線みたいなのがあるのかな、縦に線に見えるものとか。とにかく線に注目してみよう。
地図地形を書き込んだ。全然事件が起きないんだけど。でこれが、右画面が地図ですね。でこれ、城崎温泉をなんか縦を東右側を上にしろとか言ってましたんで、ちょっと首をこう傾けてみてもらって、振り子がどうだとか言ったんだ。でまあ正解はもう言っちゃうと、なんか薬師寺、薬師橋が正解らしい。薬師橋どうだ、薬師橋って何だろう、薬師橋ねえぞそんなの。あ、これだ、これが正解らしい。振り子がロープの紐みたいに見えるし、もう分かんねえよこれ全然。このクイズ難しいな。持ち手が乗り場を表していて、橋が足を表し、近くには足湯もあるみたいな。なんでこんなふざけた顔してんの。あ、ロープウェイ、ロープウェイあるんだ。城崎温泉良さそうだね。城崎温泉ね、ちょっと行きにくいけど、関西からでも結構行きにくいとは思うんだけど、行ってみたいね。兵庫県の北の方、日本海側です。もしね、よかったらいたらぜひ。ここは何の看板、なんか看板が、あ、ゴールって書いてある。早く商品もらいたいの。インチキ臭い親父。なんか急に嫌な空気、なんか赤いのが出てきた。血じゃないのこれ。あのおっさんが殺されてるのか。お、髪が急にすごい顔してるね。すごい下目遣いでキャーって言いましたね。でっかい、あマキさんがまたすごい顔して、うわーみたいな顔してる。おーっと、人が死んだなんでこんな変な顔して死んでんの。何これ最悪里見冷静だな、人が死んでるのに。これ何、演技だと思ってるのかな、もしかして。警察言わなくちゃ。あ、一応はちゃんと事故だと思ってんだ。おお、また来た。CM かな。お、セーブ入った、ようやくセーブ入った。セーブ一箇所か、ようやく人が死にました。ゲームしてどれぐらい経った、1時間40分経ってようやく人が一人死にました。小林さん、まだ、うん、ようやく死んだ。まあやっぱりサスペンスっていうにはやっぱりさ、まあ、人がね死ぬしかないよね。小林さん、待ちに待ったわら、待ちに待った、まあ、申し訳ない、殺された人には申し訳ないけども、まあ、やっぱりサスペンスのゲームやってるんで、まあ、できれば早めにね、こう1人目ぐらいはパパッとね、こう亡くなって、こうストーリーのね、あの真髄のところを早くやりたいわけですよ。なんかこういうなんか手前のなんかこう余興みたいな、やっぱりなるべく飛ばしたいんですよね。木村さとみさんのね、第一発見者です。はい、そうです。面識があった、ありました。あ、やばい、もう早速疑われてるか。おさむさん、2時間かけてようやく。本当なんですよ。そういう意味ではね、京都在宅殺人事件とか、まあ、あの犯行写真はさ、まあ、ゲーム始めて本当にすぐに殺人事件起きるから、うん、京都在宅殺人事件なんてあれですよ、もうゲーム始めて4分15秒ぐらいで殺人起きますからね。もっと早いかな2分15秒ぐらいで殺人起きるんで、そういう意味ではまあ分かりやすいですよね。うん、まあ犯行写真もまあ15分ぐらいで殺人事件起きるんで、うん、まあやっぱりこういうなんかこう、まあね、あくまでもそういうなんかまあチュートリアル的なところもあったから。小林さん、あのゲームよく分からんかったけど、わら分からんかったよね、昨日やってたやつね。あの縛られた少女たちが見たものはっていうサブタイトルがあったんだけど、うん、結局少女は縛られた少女は一人だけで、じゃあ立ちっていうのは何なんだっていう風になったし、見たものはのものが全く何のことかさっぱりわからない。対して何も見てない気がするんだよね、あのゲーム。ただ景色は見てたと思うけど、別に何か見たものってなんかこう強調するようなものは多分
あのゲームには何もなかったと思うんだよね。そういう意味ではまあコバヤンがよくわからなかったっていうのは本当に俺もそう思います。なるほど。お、カバイ戻ったか。もっと誰なんだろうねこの人たち。なんか有名な役者さんが全く出てこないゲームなんですよね多分これきっと。説明書みたいな。こだわりの縛りがあるのかと思ったのならね、まあ縛り言ったらね、まあベタですけどもね、まあ我々みたいな素人だとね、亀甲縛りとかさ、なんかそういう、ね、マニアックな縛りとか出てくるのかなと思ったけど何も出てこなかった。普通になんか、ぐるぐるっとね、巻かれた、ね、少女一人だけは、ね、いたけどね。ただそれもなんか別にストーリーに対しては関係もなかったというか、ただの情景でしたしね。まあタイトル詐欺ってね、あの AV とかにもよくあるらしいんですよね。アダルトビデオでタイトル詐欺とか結構あるらしいんですけど、なんかあの類じゃないかっていうふうにマユキーさんはおっしゃってましたけどね。誰なんだろうねこの人ね。舞台役者とかなのかな、それとも本当に素人だったりするのかな。別にさ喋らないからさ、素人でもさ演技できるんですよね。なんかその辺の社員をさなんかどっ捕まえてさ、ちょっとお前警察役やってくれって言ってもさ、まあできるわけですよね。演技喋らないからね、ゲームだとね。別にだからそんな有名な役者使う必要ないじゃないんですよね。喋らされるとやっぱりねすぐにバレますけどね。だからこのさっきからこの出てくるね、役者さんなのかわからないけど誰なんだっていうふうに思ってます僕も。この人も全然、この人もねどっかのねおいらさんの部長かもしれない。どっかの前任の部長の可能性だってあるわけですよ、ね、どうも初めまして。ジミさんいろいろ分かりましたよ。まず会社の身元ですが、なんでこんな急に刑事ドラマみたいな展開になるんだ。塩谷直也35歳。35なんだ。じゃあ今14年経ってるからもう今50歳ぐらいなんですね。この、自称ローカルリゾートアピールプロジェクトエグゼクティブプロデューサー。なるほど。このゲームで何度も言ってますけども、エグゼクティブプロデューサーって基本的に何もしない人ですからね。ゲームでエグゼクティブプロデューサーっていうなんか役職でエンディングのスタッフロールとかに出てきたら、基本的にはその人は何もしてないです。いつもはプロデューサーまでですね。エグゼクティブプロデューサーっていうのはまあある意味まあその会社の社長だったりとかを名乗ったりし、まあ一応金をね出してやってるから、ちょっと俺もね名前出すやぐらいの、実務的には何もしない人ですね。ボーカルリゾートアピールプロジェクトだ。なんじゃそれ。大層な肩書きですが、要するに。ああ、地方のケーブル局や観光協会に取り入って無理やり PR 活動。清少さん、初見です。エグゼクティブ P の知識初めて知りましたわら。どうも、こんにちは。そうですね。まあ僕、ゲーム業界で働いた人間なので、ある程度、そのスタッフロール見て、わかるんですよ。かつて僕が勤めたゲームメーカーのスタッフロール見て、うーんって見て、エグゼクティブプロデューサーに名前出てくるじゃないですか。え、何もやってないでしょって思うんですよね。まあ、大体はだから会社のね、重役だったり、まあ、社長だったりが出てる場合が多いですね。エグゼクティブプロデューサーっていうのは。多分テレビ番組とかでも多分そうだと思います。本当に、なんだろう、統括してる部門の部長とか、もしくは社長とか。名前出てるだけで、基本的な実務はプロデューサーまでですね。プロデューサーは実務してます。実際キャスティングとかプロデューサーがやる場合もあるし、まあ、実際予算の配分とかはプロデューサーが実務。清少さん、監修すらしてないんですね。わら、してないパターンが多いですね。まあ最後にできたゲームを SKR どうも桜さん、どうも小樽観光大使です。どうも小樽観光大使、ありがとうございます。監修が最後にね、ゲームできましたっつって、まあ味見ぐらいはするけど、でたまに口出しとかする可能性もあるけど、基本はまあいつもはないですね。まあそこでね、ごちゃごちゃ口出してくるエグゼクティブプロデューサーもゼロではないと思うんだけど、まあ、基本はもうその辺までいくと、まあ基本はもうノータッチですね。なのでまあエンディングでね、スタッフロールで、清少さん、カプコンは上司の企画会議通らないとダメとかあるから、企画会議に参加とかはしてた人ですかね。そうですね、カプコンさんはちょっと詰めたことないんで分かんないけど、
まあ企画会議はやっぱ基本やっぱ偉い人も見ますね。企画通すところ、うん、まあ、通っちゃえばあとはもうノータッチみたいな。まあそういう意味では企画の承諾した人レベルの可能性はあります。確かにね、うん、企画会議は僕もね出たことありますけどねまあなんか会議にはすげえ出されたね俺も。結構社長とかがもう、まあ企画会議では社長もあんまり参加しないかな。副社長とか社長はあんまり参加しないかな。まあ部長は参加しますね。部長レベルかな。まあ役職当時ね部長っていうのじゃなかった時代もあったりして、お金のね話するやつはもう社長とかもできますけどね。進捗状況のプロジェクト報告みたいなのは結構社長とか副社長も出てくるパターンが多いですね。企画会議はもうちょい下の人がやるイメージかな。うん、そうですね。まあ僕もね文字やりましたけどもね来られたイメージしかない。長屋さんずっと気になってるんだけど、めっちゃ大企業の社長って何やってるの？ああ、それはね、うん、いろいろ言いたいことはあるんだけどな大変だよ大企業の社長もやっぱり、うん、まあだから、まあ、総理大臣とかと一緒でさ、基本はさ実務はさもう周りの人が全部やるわけですよ。だから、ね、社長っていうのは基本的にはまあ最終責任者。清少さん、カプコンの社長はアメリカでワインとか作ってますね。ああ、なるほどね。カプコンさんはね大阪の会社だからね、あんまりね知り合いもいないっていうかね、こう僕は東京に本社になった会社で勤めてたから、うん、なんかあんまりノリは知らないんですけどね。まあモンハンがねやっぱりこう儲かって、うん、まあね、プロデューサーとかも結構ね名の持ったプロデューサーがいましたけどもね、三上さんとかね、まあバイオハザードをね、まあ、結構やめてかれましたもんねみんなね。企業の社長はだからその最終責任者ですよ。基本は最後、うん、俺がいるからあとはお前ら頑張れって言って、何かあったら俺が責任取るからっていう、まあ、野球とかと一緒、まあ国だったら総理大臣と一緒、まあ大変な仕事よやっぱり社長っていうのは。小林さん、実務がなくなるのは仕事としては寂しいね。まあやっぱり現場監督でいたいっていう人はやっぱり社長やらないよね本当にね。自分は現場監督が好きなんですって人はやっぱりそれは社長向いてない。やっぱり社長になる人はやっぱりある程度現場離れて本当に会社を俯瞰しないと。清少さん、ちなみに小さな会社の社長は出社すらしないのでますます何しているかわからないなるほど。まあ僕もねちっちゃい会社大きい会社本当にいろいろ勤めたんですよね。もう十何社勤めたんで結構転職いっぱいして、まあ本当に大きい会社も勤めたことありますし、小さい会社勤めして、まあ例えば大きい会社だともうそれこそ天皇陛下みたいな扱い受けてる社長もいましたよね。何時何分にねここ通るから社長が机を片付けときなさいって言われたことありますねえっつって13時15分頃ここ通るから社長がつって、えあの机片付けといてよって、今こんなんじゃ絶対ダメだから。清少さん、複数会社経営してるみたいだから忙しいんだろうけど、うん、ね、まあいろいろことありますよね。で僕の時はね本当に13時15分だからもう時刻は忘れたけど、来てさあ来た来たと思ったらさもうなんか照明とかもたかれてんのよでカメラもいるのよ、おーおーおーと思ってなんか大名行列みたいなの来てさあ来た来たと思ってなんか会社のねこう風景をねこうなんか視察してるみたいなさシーンをさカメラ撮ってるわけですよ。あ、そういう絵を撮るあれだったんだと思ってなるほどと思って、ね、あーとか思って大企業の社長の仕事ですね、うん、そういう仕事もあるんですね。まあ中小企業だとそういうねシーンはないでしょうけども、まあ普通にね机の上でシャカ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 ねこう銀行と電話したりとかさ、取引銀行と電話したりとかさ、そういうのはあるでしょう。お金の問題はあるよ、ね、桜 SKR パヌポン桜さん、副社長は移動の際車から降りたらお月のものが足元にカーペット引くとかなんとか聞きました、そんな会社が。いやでもね、あの役員専用エレベーターとなったね僕が集めた会社もね合わないんだよ基本的に。
小林さん、わら、渡辺真由紀、戻りました。あーどうも、今ちょっと大企業の話をしてますけど。清少さん、昔マイクロソフトの人の話を聞いたけど、一生に一度ビル・ゲイツを会議に降臨させてみたいレベルのレアキャラらしい。うん、合わないですね。うん、僕もね、もう一番大きいゲームメーカーに勤めた時は社長には会えなかった。全然会えないです。有名なね、あの某有名なプロデューサーとかはたまにエレベーターですれ違うけど、社長はねもう会えなかったね。見たことない。多分役員専用エレベーターがあって、それに乗って移動してるし、うん、多分車でね、地下の駐車場に車で来て、多分送り迎えしてんだと思うんだよね、誰かがね。だから会ったことはないですね。パッとどっかの廊下とかでさ、だから社食にいるとか、もうそういうのもないしね。うん、でもうちょいね、小さい会社、社員が500人ぐらいの会社だったら会えるね。うん、社長に。大体社長室があって、まあそこから出てくるぐらいのは見れる。だけどね、もうちょいでっかい規模の会社だと、もうまずね、社長室のフロアに行けないから、もうセキュリティがあって。うん。まあね、いろんな会社ありますよね。さっき言った、そのなんだろう、13時十何分にここ通るからって言われたのは、まさにその一番大きい会社なんですね。渡辺真由紀、お偉いさんは社員に会わないようにしてるんですかね。どうなのかね。いやまあ会いたいって、積極的に会いたいって人もいるんでしょうけどもね、大企業の社長でもね、現場に降りてきて。でも場合、人によってはさ、現場に行くとさ、邪魔になるから。さん、むしろいない方がいいって、うちの上司は言って、他、うん、社長と殴り合いとかまでしてた。うん、いや、そうなんですよ。だから本当に大きい会社のさ、社長来るとさ、やっぱり仕事にならないんだよね。そのね、なんか大名行列になるしさ。翔也さん、自分の勤めている社長見たことない。ああ、じゃあ、昨夜さんのこの会社は結構大きいんじゃない？まあ、もしくは違う事業所にいるとか、違う社屋にいるとかいう可能性もあるけどね。だから社長がもう自分のこと分かってるわけですよ。もう自分行っても現場に行っても邪魔なだけだから、自分は現場に行かないようにするっていうふうに思ってる社長もいると思いますけどね。ああ、そうですね。社員に気を使わせるのも嫌だったりするんですかね。いや、するする、絶対すると思いますよ。小林さん、実務できないだろうし、あかんやろうね。そうそう、やっぱり現場って忙しいしさ、まあゲームメーカーとかもそうですけども、本当に正直偉い人に構ってる時間あったらさ、もうゲーム作っていたいわけですよ。だけどさ、さすがに社長来るとさ、まあ俺みたいに下っ端は別にいいけどさ、まあそこのさ、課長とか部長とかはさ、昔は年末にだけ挨拶巡回みたいのしてたけど、今の社長はやりません。ああ、まあそれやっぱり社長のキャラクターでしょうね。そう、その挨拶巡回みたいなのがあったのよ。だから俺の時もその挨拶巡回が大名行列になるわけですよ。してそれが映像になって何かの場所で使われるんだよね。きっと照明まで来るからね。そういうのをやるとさ、やっぱりさ、自分もさ、分かるでしょ、なんか俺動くと結構大変だなっつって、じゃあもう動かない方がいいかっつって動かないっていう方はですけどね。話がそれだな。な、左の人は刑事ですね。そんなもんに私たちは参加させられていたんですね。というわけで、人が一人今死にましたね。どうりでインチキ臭い匂い。なんかこれのゲームもあれですね、なんか一人殺されてるのに、なんかこの二人は意外とのんきですね。俺だったら結構あわ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 しちゃうけどね、殺されても大丈夫ですかねあの人とか言っちゃうけど、この二人はもうなんか殺された人は別に別人だし、いっかみたいな、なんかそういう空気で。凶器はまだ発見されていませんが、重い鈍器のようなもので後頭部を殴られています。外車、後ろからドスンだな。なんか急に刑事ドラマっぽくなってきたな。さん、おはようございます。おはようございます。お、今日はですね、マクロさんが好きかどうかはちょっとあれですけども、ES 湯煙サスペンスシリーズ、フリーライター立花脇。翔也さん、社長ももともとは社長じゃないと思うから、何やってるんだろって思っただけわら。まあな、まあまあそうですね。まあ最初から社長の人のたまにいますけどね、自分がね起業してね。こんなゲームやってます今日は。でね、左側の人が立花脇でフリーライターですね、今指さしてるね。
で真ん中がカメラマン、右がモデルということで、3人でね、兵庫の、なんとか温泉、兵庫の城崎温泉に来て、まあ今、取材に来てるという体ですね。なんか雑誌社から、依頼を受けて、なんか温泉の記事書いてやって言われて、3人で来て、城崎温泉に来て、なんか変なイベントをやってる人にこうとっ捕まって、人がなんかイベントに参加してたら、このイベントのね、主催者が殺されたという、そういう状況です。だそれって感じですけどね。清少さん、人によりますね。雇われ社長だとそうですけど、最初から社長やってる人も多いですからね、創業者。ああね、ますね。だからそうですね、僕を勤めた会社もね、その創業家が社長っていうところもあるし、まあ、創業家はもう全然いなくて、全然知らない人が社長やってるって会社もありますよね。結構ね、大企業でもね、創業家が社長やってる会社多いんですよ。ゲームメーカーも結構多くて、まあ、まさにさっき言ったカプコンさんも創業家がやってますよね、確か社長はね、今ね。まあ、コエテクモさんとかもそうですしね。僕がいたところはね、創業家がやってたところもあるし、創業家辞めたところもありましたね。創業家がいる会社といない会社っていうのは結構ね、なんだろう、会社の風土が違うっていうか、まあ、これちょっと少し前の配信でも言ったけど、唐突にね、息子が入ってくんだよね、創業家の息子がね、ポコーンってこう入ってくるんですよ。で、まあ当然なんかポンポンポンってやって、もうすぐにね、こう役員待遇になって、すぐにね、こう社長になったりするパターンもあるんですよね。こうで、先週やってたあれかな、京都在宅殺人事件、おさむさん、不能率の高さ、京都在宅殺人事件で、このね、この社長ら、次期社長がさ、こうネタバレるみたいなさ、話でさ、話があったんだけど、清少さん、小さな会社は大体ジュニアが継ぎそうな雰囲気、ジュニアが来社すると上司がご機嫌取りしてました。ああ、まあありますね、それはあります。ただ僕はまあ結構、まあ大企業の創業系の会社に勤めたことも結構あって、何回かあるんですけども、で息子確かに入ってくるんですよ。で、じゃあそういう人ひがむかとか妬むかって言われたら全然妬まない、すぐ社長になるんだけど、もうそれはね、もう創業家が社長してる会社に入ってるっても自分がね、もう分かってるから、じゃあ仕事できないからなんでこいつが社長になるのとかね、全然思わないですね。これ自分入ってる自分がもう、だってこの会社に来たんだもん、もう創業家が社長してるってもう分かりきってる状況で入ってるから、ああ来た来たって感じですよね。本当にね、社長になりたいんだったらさ、それは創業家がね、社長してる会社に入っちゃダメでしょって僕は思うんですよ、ね、僕は最初から社長なんか やりたいと思わないし当然それをね、ひがんだり妬んだりとかしなかったですよ、まあ、仕事できるできないも全然考えなかったです、僕は。正直言うと、もうね、社長なるべくしてね、こう生を受けてきた。清少さん、そういうのが嫌で、自分に自信があるやり手の人は独立しますからね。そうだからそこはね、京都在宅殺人事件はまあリアリティないなって僕は言ったんですよね。そうなんですよね。事故って可能性はないんですか？例えば橋から落ちて石に頭を打ったとか。状況から見てそれはなさそう。犯行推定時刻ですが、正式。血液の凝固具合から見て、発見時刻より1時間ぐらい前と見て良さそうです。なるほど、1時間前か。そうなると午後4時半ぐらいの可能性が犯行となるな。よし、分かった。結構なんかあれですね、喋ってくれますね。この時間のこの子たちのアリバイを調べたのか。お、アリバイ、マークちゃん、これフリーライターですね。何、私にアリバイ、何疑われてるのっていうのが、そういう表情でしょうかね。まあ、ないじゃないのかな。はい、もちろんです。あ、この方々のアリバイ、あー、従業員、確かに一回入ったか、一回旅館に帰ったね。おー、うちらはもうアリバイあるらしい。お、よかった。おはよう、さとみちゃん。ただ気になる証言がありましてね、早くね、この人、この刑事仕事早くね。1時間前に見つかった殺人っていうか、殺された人の
もう聞き込みとかすげえしてんだけど、どういう足してんのこの人。おさむさん、はい、有能有能なのか、これが有能か。社長息子は無能だけど、この人はもうガチガチの叩き上げの刑事だから有能だと。なるほど、すごいよね。もうここまで話聞いてんだよ。清少さん、仕事は安ぎわら。早いよね。たまに笑うさとみちゃん好き。ねえ、あれともですね、やっぱりそう思いますよね。さとみちゃん可愛いよね。うん、どうした、あなたお名前は何でしたっけ。立花真希です。立花さん、あなたたちは3人で宿泊してますよね。はい、もう一人ね、このね、今これ映ってるけど、右側のねモデルさんがね、ちょっと今温泉入ってね、湯あたりして気持ち悪くなったって言って、今旅館で寝かせといたんですね。もしかしたらその3人目のことを言ってるのかもしれない。そうですけども、もう一人の方はどちらか。そうですね、なんだっけね、なんとか聞かせ願いますか、願いませんか。ゆりですね、ゆりは宿で寝てるはずだったんですが、あのバカ出かけてたのか。お、ゆりちゃん出かけたのかよ。もしかしてゆりちゃんが犯人の可能性あると。いないみたいですね。ではご存じないと。おさむさん、まさか、まさかゆりちゃんかな。いや、ゆりちゃんではないだろう。どうぞ。お、この世界線は携帯電話がある時代ですね。昨日までやった犯行写真とかは、あ、犯行写真まで携帯電話あったか。その前の京都在宅殺人事件は携帯電話がない。翔也さん、ここで昨日の服で殺人を笑昨日の服で、服で出ない、出ない。携帯があるとかなりね変わるんだよね。こうこの手のゲームっていうか、この手のストーリーでさ、携帯がある時代のさ話とない時代の話ってかなり変わるんですよね。まあ絶対携帯ある方が話は作りにくいんですよね、トリックとかね。渡辺真由紀、ガラケーのアンテナが収納式になったのっていつ頃だろう。そうだね、この頃よりもうちょい前かな。僕は記憶あるよ、2000年代前半じゃないかな、収納式になったのは。うん、まあそうですね、こうガラケーなんてこうピョコってね、こう引っ張るとね伸びましたね。うん、とにかく大田原さんの話によると、その宿の別の中井さんと一緒に、どういうこと。そんな状況なかった、全然初見ですね。そう、それは興味深い話だな。翔也さん、そのアンテナをへし折るのが好きだった小さい時小さい時、なるほどね。あくちゃんちっちゃかったね、その頃はね。まあ確かに折れそうなねぐらい細いねアンテナだったよね。こう引っ張ると本当にポキッと折れそうな、まあ、実際折れてた人もいっぱいいたよね。ただあのアンテナが折れたことで、じゃあ受信感度が下がったかというと、そんなこともなかった気もするんだけどね。まあ折ったことないから分かんないんだけど。これだ、もうババア。渡辺真由紀、結構前なんですね。そうですね、まあ、最後の方のガラケーは確かにアンテナとかなんかなかったかもしれないね。ドコモのなんだっけ、900番シリーズってちょっと専門的な感じもあるけどさ、500番シリーズが、さん、アンテナの効果疑問でしたもん ね、うん、ね、500番シリーズが900番シリーズになってなんか変わったんだよね。なんかこう早い通信規格になって、なんかこうなんだっけ、もう忘れちゃったけど、 i モードのなんかなんだっけな、なんか変わったんだよ。その時からなんかアンテナっていう概念がだいぶ薄くなってきたね。まあ、当時ね、生きてた人ならドコモの500番台とか900番台とかなんとなく覚えてると思うんだけどね。ゆりさんを看病していたらしいのですが、なぜか2人とも4時ぐらいにいなくなってて、翔也さん、CD の入れ物をバキバキにするのが好きだった。何でもバキバキにするんですけどね。渡辺真由紀、収納アンテナを伸ばすことがほとんどなかったです。なかったよね。俺も最後の方は伸ばす必要ないなと思って何もしなかったですけどね。なんで2人いなくなってんの、意味がわからない。このババアもいないのか。翔也さん、破壊神でした。破壊神、今は破壊神じゃないんだね。今破壊神じゃなければよし、二十歳超えて破壊神だったらもうそれはもうね、痛いって言われますから。どこら辺に行ったとか聞いてないんですか、刑事さん。分かってません。犯行時刻のちょっと前に出かけてるのは気になりますよね。
小林さん、木の先温泉は木の先温泉です。今見てわかりました。何度か行ってます。翔也さん、時々笑ってます。小林さん、サンキュー、ナイス情報ありがとうございます。俺白崎温泉って呼んでたけど木の先温泉なんだ。俺さ、本当にさ、このゲームさ、振り仮名とかルビーを振らないんだよね。DS 相棒ってゲームこの前やってたんだけど、その時はね、振り仮名とか振ってくれてたんだよね。振ってほしいよね。ちょっと難読の漢字は振り仮名振ってほしいよね。あの、格好が来てもいいから、振り仮名を入れてほしい。ずっと俺、白崎温泉って呼んで、木の先温泉なんですね。なるほど。行ったことあるんだ、しかも。やっぱり関西のじゃあ結構あれなんか馴染みの温泉街なのかもしれないね。こう小林さん、関西人なら大体みんな行ってますね。そうなんだ。社員旅行で行ったりとかそういう感じの場所なのかもしれないね、関西の人だと。まあ車で行っても多分バスとかでも 2,3 時間で行けるんでしょ。渡辺真由紀、相棒分かってるんですがゲーム的にはどうでした？相棒はいいですよ。あのすごくストーリーもしっかりしてますし、2章までやりました。3章あって2章までやって、1章ごとに話完結してるんで、まあ、あの非常にいいですよ。うん、全然やっぱりトリックもね、やっぱり聖翔さん、はい、関西の箱根みたいなんですね。みたいですね。うん、聖翔さんは関東ですか？自分は今は、埼玉県に住んでますけども、出身は北海道で、10年ぐらい前まで北海道住んでましたね。おさむさん、なるほど、箱根ポジションか。うん、まあそんな感じでしょうね、関西のね。まあ有馬温泉があって、清少さん、神奈川です。あ、神奈川、なるほど、関東です。木の先温泉があってみたいな。あと箱根、うん、関西の温泉街だとどっちの方あるんですかね。あの渡辺真由紀、よかった、遊ぶの楽しみ。うん、全然いいですよ、遊んでいただいていいと思います。では、あの損はしないです。和歌山の方にも温泉ありますしね。小林さん、有馬温泉はランクが高い。高いんだ。じゃあ僕が言った、違ったところは本当にその有馬温泉の中でも多分一番下の方だったんでしょうね。全然高かったイメージ、まあちょっと高かったかもなぐらいだったんで、自分ね、そんなね、高級旅館とか泊まんないんで、普通にあの楽天トラベルとか見つけて、あ、ここでいっかって感じで見つけたんで、たまたま、まあでもあれ確かあれだよね、原田のイベントの時は多分8月4日とかに泊まったと思うんだよ。だからそういう意味では結構繁忙期だよね、平日だったのかもしれないけど、高かったイメージはそんなにないんだよな。まあ、土日じゃなかったかもしれないね。うん。8月4日に行ったんだと思う。5年前ぐらいか、あれもう5年ぐらい前だよな。たまたまいい、なんか安かったかもしれない。ゆりさんっていうんですか、フルネームは。青木ゆり、そうなんだ。まあ、あくまで参考人の一人ですよ。ただし、あなた方も彼女を見つけたら必ず連絡をください。あ、あなた方の連絡も教えてください。そうなんだよね。もうたびたび言ってますけども、僕もね、たまたま殺人事件の現場をね、横を走っててね、警察に止められた経験があったんですけども。清少さん、有馬温泉は、有頂天家族という小説で遊びに行ってる描写あったから、関西の有名温泉地として把握してました。はい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 。有頂天家族、なんか聞いたことありますね。小説なんだ。へぇ。まあ行きやすいんですよ、有馬温泉は多分。この城崎温泉よりも山奥じゃないんですよね。結構その、なんだろう、六甲山とかそっちの方って、方だよね、結構ね。神戸市内から行き、そんなに時間かけずに有馬温泉行けるんですよ。ちょっと山奥だけど、車プーって乗ったらすぐにもう神戸市行けるぐらいの距離感だから、行きやすいんですよね、有馬温泉はきっと。城崎温泉はかなり日本海側なんで、まあ若干距離が、小林さん、ランチも5000円くらい。あっけ。いや、多分ね、ピンキリなのよ、絶対。どこの、高級温泉街って言ってもやっぱりピンキリで、まあ、当然ピンは高いけど、キリもあるのよ。多分、自分はそのキリの方に行ったんだと思う、きっと。そんなね、高いとこ絶対泊まれないもん、俺。うん。はい、番号。そうなの、これね、携帯番号とかね、聞かれるんだよね。俺も聞かれたもん。ただ殺人事件の現場の横を走っていたっていう、それだけでね、住所名前ね書かされてね、なんかあったらやっぱりね連絡してきたんでしょうね。まあ幸いにしてかかってこなかったですけどね。うん、君たち宿でおとなしくしていてくれ。いいな。強盗事件が起きましたね。
情報。清少さん、箱根はランク高い。ちなみに神奈川の私だと丹沢の方が行きやすい温泉地みたいな感じですね。あー、なるほどね。いや箱根もね、1回しか泊まったことないかな、ま、なんか高かったなと思うんだけど、まあ1泊ぐらいならなんとかねっていうぐらいですよね。こう頑張ればね、庶民でもね。うん、そうね、箱根湯沢あの辺ですよね。もうちょい行って静岡まで行って、静岡の方にも何軒かあると思うんだけどね、温泉街ね。まあ、箱根もね、今、まあ、コロナだったりさ、ちょっと前はね、火山の爆発だったりとかで、結構ね、観光今ね、大変でしょうけどね。あの箱根のロープウェイがね、高すぎて怖いんだよね。毎回っていうか、まあ何回か乗ったんだけど、箱根のロープウェイさ、すごい高いの、標高がさ、もうなんか、俺高所恐怖症だからさ、もうあれ乗るたびにもうガクガクガクして、もう怖ーっと思うよ。渡辺真由紀、盗難された自転車と同じ車種に乗ってるってことで、職正されたことならあります。汗。警察さん、警察の人はね、そういう仕事ですからね。いや、自転車もありますよね、なんかね、ちょっとね、こう、防犯登録見せてくださいってね。それはやっぱりね、仕事としてはしょうがないですよね。城崎温泉街北柳通り電話してみよう。やっぱり携帯になるじゃないですね。出ない。どこ行ったんだろう、あの子。かわいいな、この子。犯人扱いよ。ゆりさんって塩谷さん知ってたっけ。知らんだろ、会ってないだろ。あ、ん、あー、駅にいたやつか。これね、冒頭のシーンでありました。なんか駅でナンパしてたんですよね。あれが塩谷か。あいつが殺されたんだ。探す手がかりは宿で大田原さんにもらった置き手紙。巻き出して。渡辺真由紀、住所氏名と防犯登録調べて無線で紹介してました W。 うん、まあね、一発でわかるんでしょうね、防犯登録で。だから自分のね、まあ僕何年か、まあ4年ぐらい前にチャリ買ったけど、一応やっぱり防犯登録してますね。うん、まさか一緒じゃないよね、無線反対。何この呑気な手紙は。え、なんだよこれ。ゆりの残した置き手紙を手に入れた。中井さんに美味しいとこ教わったので、ちょっと出かけてきますねえよねえよ、こんな地図、こんな謎解きみたいな地図書かねえよ。まあ無理やりね、こう地図を生かそうっていうね、この善人さんのね、意気込みは感じますけどねこのゲームね、あの善人さんっていうあの地図メーカーが作ったゲームなんですよね。渡辺真由紀、最近は防犯登録が義務みたいですね。ああ、まあそうでしょうね。防犯登録ないチャリって本当怪しいですよね。渡辺真由紀、草うん、これね、もう先ほどかなんかでやってますけど、善人さんでマーク、右と Z ってマークはね、善人さんのね、企業ロゴですね。でね、まあ DS 雪メリサスペンスシリーズということでね、まあこうシリーズ化を目論んでいたんだけど、残念ながらこの一作で終わってしまったという、ね、幻のねシリーズなんですね。うん、清少さん、防犯登録してないといきなり犯人扱いされてもおかしくないレベルです ね。うん、だからもう今自転車さんで自転車買ったら必ずねつけてくださいというふうに言われますよね。特に関東はね、やっぱりそうですね。あの北海道にいた頃はね、結構その辺悠長っていうか、まあなんかあんまりね、なんか自転車をね盗まれるようなことってそんなになかった。まあ盗まれたことあるな、でも俺の田舎でも盗まれたことあるからな。買って1ヶ月ぐらいで盗まれたことあるわ。ただね、なんかそれもやっぱ防犯登録入ったと、なんか保険が効いて、なんかほぼほぼタダで新しいチャリ買えたような気があったけど、まあ田舎でも取られるな。まあ今は必須ですね。あのおばさんも行方不明、おばばも不明か。逆
この絵は中井さんが説明用に描いたってこと？その可能性があるってことね。この場所を見つける。地図を見てみよう。まず Y と L が何を指しているかよね。ユリが溶けたぐらいだからきっと湯桶や旅館の位置から判断できそうな場所じゃないかな。ああ、この丸が宿とか。かなりヒント出るね。清少さん、自転車泥棒が非常に多いですからね。高い自転車買うとポンと盗まれる。パーツがなくなる。そうそう、今自転車高いからね。まあね、僕のね、かつて同僚とか、こう高い自転車買う人いるんですよ。こう時代でもそれこそ下手したら車ね、買えちゃうんじゃないかぐらいのさ、自転車買う人いるんですよね。そのパーツだけで満タイン、だからさ、その自転車で仕事を来てる人とかさ、もうなんか職場に自転車を持ってきてる人もいましたよね。こう自転車置くと怖いから、あのエレベーターで自転車入れて会社の中に置いてる人もいましたね。うちにある自転車はね、あのただのママチャリで2万円ぐらいで買ったチャリだと思うんですけど、どこだろうね。全然わかんないな、この地図。全然わかんない。今止まってたのは、どこだっけ、この一の湯だっけ。ここに止まってた、真ん中の一の湯に止まってたんだけど、どういうことかね、これ。ちょっとわかんないな。まあ、攻略サイト見てるんで、わかるんですけども。清少さん、転売目的のプロの窃盗団いますからね。高い自転車乗ってる人は家に入れてますよね。そうそうそう。だからさ、あの、なんか、ワイヤーとかでさ、こう、路肩のさ、こう、なんか、小林さん、いいものを持っても不自由なこと多いですね。多いね。そう、ガードレールとかにさ、縛り付けてさ、やってるじゃん。電動式自転車しか勝たん。あ、電動式自転車いいよね。だけど正直言うと、あの自転車がさ、やっぱり自転車置き場に止めないとダメだよね。なんか路上にあるガードレールでさ、なんかワイヤーとかにつけてる人見ると若干俺イラッとするね。ここは自転車止めちゃいい場所じゃねえだろって俺は心で思っちゃうんだけどね。でも結構止まってるよね、なんか普通に自転車置き場に止めてほしいなって思っちゃうよね。電動式自転車いいよね。何回か乗ったことあるけど、本当にあれ後ろから押されてるみたいで気持ちいい。ね、これの答えはですけどもね、どうやらね、答えはね、小林さん、昔はどこも無法地帯でしたけどね、わら。ね。あ、これか。ここですね。あー、言われてみるとここですね。ここ。城崎ジェラートカフェ、茶屋。わかります？これ、上の地図と、左の画面の地図と右の画面の地図。清少さん、ガードレール使って鍵するの違法らしいんですが、盗まれる可能性下げられるという知識が出回っているので、みんなやってますね。やってますよね。正直言うとダメだろうと思いながらね。バイクとかでやってる人もいるんだよ、たまにそれ。ダメだろうと思うんだけどね。これはまあ基本移動するのはチャリか車だけど、車なんて絶対俺駐車場入れるからね、短時間でも。まあ本当に1分だね。1分以上離れるとなったらもう基本駐車場に入れちゃうね。それぐらいビビってるもん、なんか。もう止められないような場所に行かない？もう車で。なんか駐車場に止められなさそうだなと思ったらもう車で行くの諦めて、電車で行くとかね。それぐらいするけどね、俺はね。これ小林さん、路中しなくなりましたね。わかります。路中はね、やっぱりね、本当にイラッとするもん。自分がその通り過ぎようとしてる車の立場だとさ、なんでここ止めるんだよみたいな、邪魔くせえと思うから。本当に1分だね。1分で戻ってこれるなら路中、まあ一時、なんであれ、渡辺真由紀、昔自転車が盗まれて警察に届け出したら2年後ぐらいに警察から20キロぐらい離れた田んぼで見つかったって電話がかかって取りに行かされました。それはすごいですね。でも結構ボロボロだったりするんじゃないですか、20年も雨風にさらされてると。それは警察しましたね。たまたま見つけたんでしょうけどね。
たまたま放置自転車があって、まあ、防犯登録たどったら、あ、この人じゃんつって電話したんでしょうけどね。こう能動的に探したわけではないと思うんですけどね。まあ、さすがにね、こう自転車セットをさ、こうなんか必死になってさ、こう探すようなことはないと思うんで、たまたまなんでしょうね。これ分かります？ここのね、カフェの地図と、このね、左の地図と右の地図、一応ね、このこれが一致してるようです。確かに言われてみたらここですね。カフェ、うん、現場検証やったからそこを避けてよかったね。 Y と L の道の形が似てるし、渡辺真由紀、もう乗れなかったので取りに行って即処分でした。汗むしろね、もう面倒くさかったと。清翔さん、私は盗まれた自転車今まで3台くらいあるけど見つけてくれたことないから、その地域の警察無情すぎる。そもそも神奈川の警察は探してなさそう。まあね、神奈川県警はよく言われますよね。そうやってね、イメージがもうついちゃってますからね。まあ実際ね、神奈川県警やっぱり、ね、忙しいと思いますよ。神奈川って人が多すぎるから、まあ別に神奈川県警の肩持つわけではないけど、横浜とかさ、人多すぎでしょ。もう完全に結構キャパオーバーしてるもん、完全に。人が300万人も人いるからさ、ポツの市でさ。でもいないじゃない、全くいないんだ、ここにも。こんな事件のそばにいたかもしれないなんて考えたくもないけど、もし SKR タヌポン桜さん、神奈川県は布で有名だよね。県まで行っちゃいますか、もう。桜 SKR 県警、桜さん県警です。県警もね、まあ、よく言われますよね、ネットでね。桜 SKR 県警も桜さん県警ですよ。大丈夫です、県警ね。いや、言われるのはまあね、渡辺真由紀、放置の通報があってから調べるんでしょうね。うん、まあね、まあまあ、いや、僕はね、北海道出身だからさ、北海道県も昔言われたんですよ。そうなんか、あの神奈川県警も言われたけど、北海道県も結構言われて、あの裏金問題があってさ、裏金問題って結構北海道でさ、北海道警がすごいあったのよ。だから北海道警もやばいっていう風に言われたんだけど、でも裏金っていうのもなーっていうね。まあ、裏金ないとさ、結構動けないパターンもあるからね。清翔さん、私レベルになるとパチンコ屋で窃盗被害受けた時盗難届受理拒否されたことありますからね。5000円くらいのブランドカバンだったんだけど、その程度で捜査する気もあると思うとか言われた。紛失届にされた。あー、なるほど。はい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 。あ、盗難被害と紛失届っていうのが確かにあるんだね。あ、盗難被害だと警察動かなきゃいけないと。だけど紛失届だと、まあ、能動的に動く必要はないと。あー、まあまあ、小林さん、つら、うん、その辛い気持ちもよくわかるし、まあでも確かに警察の気持ちも、まあ、当事者の気持ちからすれば辛いんだけど、まあ、第三者的にちょっと言わせてもらうと、まあ警察もな、確かにちょっと5000円で、ね、動くのはちょっとしんどかろうなっていうのもあるんですよね。まあ、自分がね、やっぱりその当事者だと辛いんだけど、まあなんとも言えないですね。まあ、言い方よね、だからね、その言い方が悪いんだよね。言い方をもうちょいこうオブラートに包んで優しく言ってあげればいいんだけど、なんかそういう直球でね。清翔さん、うん、そのご近所のおじいちゃんが家に投げ込まれていたとかで警察に届けていてくれて見つかったという後日談付き。これね、あるんだよね。財布はさ、基本的にさ、渡辺真由紀、盗難と紛失も境界線が難しいですね。難しいよね。確実に盗難だってさ、まあ分かる証拠があるんだったら、まあ動いてくれるかもしれないけど、それがなければ基本的にはね、本当に盗難なのっていうふうにまずなりますからね。余計なことを考えるのやめよう。医療を探すことだけを。セーブできるのかな。やっぱりセーブできねえ、これ途中。あ、できるできる。今日でちょっと早めに終わろうかな。45分ぐらいで終わろうかなと思ってます。いつもね、1時ぐらいまでやるんだけど、今日はちょっと45分ぐらいで終わって、ちょっとこの後出かけてこようかなと思ってるんで、珍しく。まあね、でここで、聞く、初めてなんか聞くっていうの使いましたね。従業員、すいません、
ようやくなんか転園そうだな、時間ありますか。なんででもなんか操作みたいなことするんだ。あ、そっか、ゆりちゃんを探すんか。お客さんなんて来ませんから。なるほどね。こんな子見かけませんでしたか。見ました。え、見たんだ。ここで買い物していただきましたから覚えています。警察に言ってない。話がややこしく、警察に言った方がいいって。そうなんですか。ちゃっかりジェラート食ってやがる、かわいい。それでどっちの方向に行ったかご存じないですか。手の奥に入っちゃいましたから。この張り紙をじーっと見ていたのを覚えています。張り紙、張り紙、なんでこんな嫌そうな顔してんだろう。ほらあそこですよ、うん、あそこね。まだイベントが続いていたってこと。え、なんだこのババア。あ、この旅館のババアもあれ見てたんか。これ旅館のおばさん、小太りの中井さん。うん、お町に移ってきた時にみんなに挨拶してもらってたから。確かに九十九里さん、はいはい、よく書き込んだ。九十九里、あのおばさん何がしたいんだ。あのおばさんの挙動も怪しいね。ユリ追っている、追ってるの。調べるで、壁にこれですね、これを。なんだろこれ。地獄の反対の場所はどこ。まあ普通に言うならね、天国っていうことになるんでしょうけど。あ、字も下手だなまだこれ。俺が書いた字みたいだなこれ。はあ、そう、いやに単純なんだよね。清少さん、手書きのポスターなら手書きのポスター。ねえ、あなたは完全にユリをアホだと思っているね。問題の出し方も凝ってない。イベントの続きと考えていいのかな。いやどうだろう、違和感がある。手書きですね。いいとこ見つけたんだろ俺な。手書きだからかな。そうなんだよ、いくら証拠を言う。僕の字よりは綺麗かも。そう、結構な汚さですよこれ。まあ字もね、うまく書けるようになりたいんだけどね、なかなかね、もう最近字書かないからさ。ほんとさ、たまにさ、お前もあの今駐車場の契約入るからさ、なんか契約書届いたんですよ駐車場の。さ、久々にさ紙でさ、字書いたんだけどさ、もう本当にね、まあ、昔からそんなに上手くなかったけど、もうさらに下手になったね。もう全然字書かないから。もうだ、字書くってさ、もう一月に何回かあるかレベルだよもう最近。だからね、書くとなると本当にわー下手だなーと思いながら字書いてましたね。え、どこだ。極楽寺ってのがあるんだ。極楽寺ってのがあるらしい。どこだどこだ、ここかな。極楽寺、あったあったあ、これだ。これが地獄の反対の場所ってことですね。清少さん、ほんとそれですね。一時期意識高くなって対策で万年筆買いましたけど、それでも書かない。書かないよね、本当に字書かないよね。字本当に書かない。一月に何回書くかですね、字をね。もう字を書かない日の方が多いね、日本。恐ろしいですわ。ゆり一人で来たのかな。すぐに逃げ出しそう。大声で歌いながら歩いてる姿も想像できる。あはは、ありえる。とにかく何が書かないか調べてみる。でもあれですね、なんか無理やり操作してる感でもないし、なんか単純に友達探してるっていう手だから、今のところ話としては自然ですよね。うん、なんかさ、京都在宅殺人事件はさ、あれもさ OL3 人組だったけどさ、
なぜか知らんけどさ、主人公がさバリバリに操作するから意味が分かんないですよね。なんで、え、警察が普通やるよね、なんで自分そんなバリバリ操作するのっていうツッコミどころが満載なゲームだったんですけど、これに関して言うと、まあ友達を探してるっていう体だから、すごくストーリーとしては自然、今のところ非常にいいですね。ラベル、なんかこの看板の下、なんかこの看板の下に謎の手書き文字がありますね。あった、一体何だろう。ジョータンさん、イベントの続き考えていたのかな。なんだこれ、210、数字を手に入れた。橋の上に表彰式をやろうとしていた形跡はあった。確かにゴールって書いてあるしね、あそこが最後だったと思うけどな。最終問題、なんだろう、なんかモヤモヤする、何かが違う。確かに塩谷さんが作った問題じゃないように思えるね。違い、今はユリを探すことが先決、手がかりはこれしかない。210、今度は数字できたか。分かんないな。地図を見、じっくり見れば分かるはず。やってやるわ。なんだろう。どこ行こう。書いてないんだから、カンニングサイトにどこに行くって。やばい、カンニングサイトに不備がある。分からん。極楽寺行ったよね今な。抜けてんな、次行く場所が。やばい、分からん、どこに行けばいいんだこれ。210、地蔵院。分からん分からん。桜 SKR パネフォン桜さん、カンニングサイトの不備バレた。カンニングサイト不備があるんだよ。次行く場所は書いてない。あったすいません、不備じゃなくあったわ。よく見ると書いてある、郵便局だって。郵便局って、わかんないって。これが郵便局って、なんか今言われたらわかるけど、これ郵便局だって。確かに郵便のマークだね、これ。郵便の地図記号だ。わかるこれ。郵便局どこ？ないぞ、郵便局なんて。本当か？日町通りの郵便局って書いてあるよ。郵便局？あった、これだ、これですよ、これ。わかります、これ、郵便局の地図記号。いや、これちょっとわかんないと思うんだけどな、俺。気づけるかな、ガチで。SKR パネフォン桜さん、最近なんかの地図記号いらんや、どれ、話題になったの。話題になってたね、なんかね、地図記号、なんだっけ、忘れた。こんな郵便局なんだ、すごいね。刑事さんたちは、まあ、頑張れば気づけるけど結構難しいね。こんなものも解けないのか、なんで。ユミさんも一緒に考えてください。また何、こっちも謎解きしてんの。この能天気な顔いいですね、立花さん。清少さん、 Google マップしか見ないから地図記号あんま見なくなってる自分に気づいた。そうですね、あの手書きの文字と一緒で、なんか地図もね本当に使わなくなったというかね。だからこのゲームの配信の冒頭でも言ったんですけどね、この善人さんがね、こうなぜこの時期にゲームを作ったのかという、渡辺真由紀、小牧さん、かわいいかわいいですね、邪推してたんですけども、まあ、ちょうどね Google マップが出てきた時期なんですよね。これまだスマホはなかったけど PC 上で Google マップが結構使えている時代で、
まあ、多分前任さんとしては危機感があったんじゃないかなっていうふうに邪推していて、まあなんていうかね、こう地図以外にもね、こうもう一つ太い事業のね柱を作りたいっていう気持ちからこのゲームを作ったんじゃないかなっていう邪推をしたんですよね。だけど残念ながらこのゲームは、まあこのゲームのみで終わったという、おそらく相当売れなかったんでしょうね。シリーズってわざわざねこう銘打ったにもかかわらずシリーズにならなかったというね、悔しさがね悔しさわかんないけど、まあでも前任さんは前任さんで今多分ね、多分 B2C から B2B に多分切り替えて企業向けに、ね、地図データを販売するみたいな多分方向でなんとかねこう仕事されてるんじゃないかなというふうには思ってます。昔はね地図のね本をねこう書店に並べて売ってたわけですけどね、まあコンビニとかにも売ってましたけどね、地図当時はね。もう完全 C 向けは結構今厳しいんで、まあ、B2B ビジネスとビジネス業間取引をねこう仕事やっていこうというふうに切り替えていった時期が多分この頃からじゃないかなというふうに思いますけどね。うん、勝手に出歩かないようにって言っておいただろう。渡辺真由紀、大手メーカーと共同で作ってたら売れてたかも。うんね、まあせいぜい本当に例えば任天堂さんの組むとかだったらね、まだね、なんか任天堂さんこの手のゲーム、もうちょい味付け変えるよね、任天堂さんがやるとね。清翔さん、 Google マップは無料であれば強すぎますよ、自転車でカーナビできるとか、ね、しかも無料。そうそうそう、いや今ね車も買おうとしていて、じゃあナビつけるかって話してて、でも実を言うともう結構最近車さ、あの Android がさ、その iPhone のさあなんとかでつくでしょ、接続してさ、そのナビ入れなくてもいいんだよね。うん、カープレイとかでさ、まあでも自分は多分あのオプションでもそのナビソフト入れてナビ起動させるかなと思うけどね。さてじゃあここで終わったら今日は終えようかな。桜 SKR タヌポン桜さん、アウディはカープレイ早かったね。うん、そうそうそう、カープレイね、そうなんだよね。もうまあちょっと今だから車買おうかなと思って車調べてるんだけど、まあ、大体カープレイついてるから、まあもう、まあ、すぐにねあなくても別に大丈夫だなっていう感じはしますよね。まあ、自分は多分つけると思う、別にあの専用の地図ソフト、やっぱりね Android とかその Google マップとかその iPhone のさ導かれる、車でスマホをケルホルダーつけて Google マップでナビする人もいますね。十分使えるレベル、まあ全然十分使えますよ。僕も今の車は一応ね、あのナビついてますけども、まあ、Google マップでも全然行っちゃいいし、全然あの次曲がってくださいも全然ナビゲートしてくれますしね。たまにでもね、変な道連れてかれるときがたまにあるんですよね。その一方通行に弱いとか、まあ、最近それもだいぶ強くなったみたいだけどね。その一方通行多いとこだと変なところに連れてかれるとかさ、なんかすげえ細い道に入っていかれるとか、ごくまれにまだ、やっぱりそこはね、ナビソフト、まあ、前任さんが作ってる、なんかパイオニアさんとかさ、富士通天さんとかの地図ソフトの方がやっぱりまだ上は上ですよね。かといってじゃあ差はどれぐらいあるかって言われるとちょっとね、そんなに差はないとも言えるんだけど、よし、じゃあここで終わりにしましょう。今日はシステムでセーブしてます。よし、戻る。ありがとうございます。なんか話はちょっと遅いね、展開はね。なんかこう人探しとかちょっとなんか渡辺真由紀、お疲れ様でした。 ありがとうございます。清翔さん、自転車だとナビでほんと獣道をナビされて、なんでこの道知ってるんだGoogle と思いました。小林さん、落ちさ、お疲れ様です。じゃあ次ね、この続きはまた土曜日かな。あ、ちょっと来週土曜日できるかできないかもしれない。まあちょっと土曜日日曜日にまたやろうかなとは思いますので、まあ、よければねいただければなと思います。良い一日をですね。ちょっと関東地方めちゃくちゃ暑いんでね。清翔さん、お疲れです。ありがとうございました。気をつけて、日中症とかね、熱中症か気をつけていただければなと思います。桜 SKR タヌポン桜さん、うなぎ食べたいな。昨日食ってたじゃん。桜 SKR タヌポン桜さん、落ちさ、はい、お疲れ様です。良い一日を。